はい、どうもこんにちは。天皇と書いて帝王と読む新帝王です。この時間は平日の昼の部ということで、プレイステーションソフトのドラゴンクエストモンスターズ1、2、星降りの勇者と牧場の仲間たちから、ルカの旅立ちでの、はい、何してんね、なんか、引っ越ししてんですかね。はい、ニコメさんいらっしゃいませ、こんにちは。ちょっと僕も明後日の水曜日、ちょっとね、部屋、またちょっとね、模様替えとかしようかなとか考えてんですがね、まあ頑張りましょうってことで。少年がうまい季節。はい、ドラゴンね、ルカの旅立ちでの、各モンスター、1回のみ取得の、制限攻略プレイやってます。はい。題して、デブショーの底辺が一期一会でドラムに出会う配信のその12でお送りしますので、よろしくお願いします。はい。3個目さえいらっしゃいませ、そうめん。ね、ちょっとなんか今日、暑いんじゃないなんかジメジメしてますよね。はい、4個目さんもいらっしゃいます。はい、なに、帝王は緊急事態宣言解除後も引きこもるんですね。っていうか別に、ね、緊急事態宣言以上に思ったから。ああ、はい、ライスボールさんいらっしゃいませ、こんにちは。はい、おかぴさんもいらっしゃいませ。そばとラーメン1回で食ったんですか？そりゃお腹膨れるでしょうけど。じゃあやっていきましょうか。はい、ふんころさんもいらっしゃいませ、こんにちは、ということで。ちょっと待ってね。ということで、前回あと3種類でしたっけ、あと、ね、目標としては、あと、ローズバトラー、ダークホーン、グランスライムが来れば、まあいいんですが、まあその3匹を引き当てるのもはるかにね、まだ険しいかもしれないし、まあやっていきましょう。何ですか、乗客羊で絶対なんましませんけど、僕はそういうするなって言われたら絶対しないタイプですから。ということでやっていきましょう。まあ、前回ね、ゴルスラー仲間にしたんですが、その後が全然来なくてね。まあ、とりあえずアイテム調達したんで、ちょっとこのメンツでまた行きましょうか。なんかゴルスラーだとね、ちょっとパーティーの中が強すぎるんで。僕、お腹は別になんともないですよ。じゃあ行きましょう。別に。まあ暑いけど別にそんなね、冷たいもんガブ飲みとかアイスね、ガリガリ食ってるとかはないから。お腹は今のところ大丈夫ですが。じゃあやっていきましょう。また、タコマスター探しというか、そっからですね。霜降り肉がたくさん入るのはいいけど、肝心のモンスターが来なきゃね。100歩歩いて、その後出るっていう条件らしいですからね。とにかく歩いて。アルティティってこれくらいで100かなーって思ったときに、適当にマップ切り替えて、その後外に出れば他国マスターがなんとーっていう、話らしい割には、ダメですね。やっぱ聖水最低1本は切らさないと。あ、いた？いた？あ、いた？なんだ、いるじゃん。こんなとこにもいるんだ。あとはこっちの強さとどう、あれかですね。さあ、行こう。はい、でも11個目さんいらっしゃいませ。こいつらちょっと調べて今また。この出るモンスターによってね、パーティーの強さっていうか、他国マスターのランクがあれなんで。ユニコーン、ユニコーン。ユニコーンが出るのはレベル、ちょっと待って。ちょっと暗くて見えない。ユニコーンが出るのはレベル16。あと何体くらいなんですか？はい、グレさんいらっしゃいます。あと3体です。あと3体他国も16は確かどうかな、だ。ダークホーンがレベル16だと出るんですよね。これちょうどぴったし、強さか。
ローズバトラー19だけど、どうしよう、これ。逃げたいなぁ。ね、戦ってレベル上げたらちょっと嫌だし。でもこれ、タコマスターって逃げらんない。レベル上げたくないな、逃げよう。ちょっとあえて負けよう。逃げなんだ、一応。はい、グレさん、広告300ポイントありがとうございます。ただ、あと3体って言ってもね、それが、お金取られる、まあいいけど。3体か。これ1回出たら帰った方がいいかね。ちょっと、いろいろ怖いし。たかが3体だけど、されど3体かもしんないし、なんとも。何が怖いの？何が怖いって、ねえ、なかなか出ないかもしれませんよ。で、ねえ、出るようで。ねえ、意外とこっからねえ、まるまる1ヶ月ぐらいかかっちゃうなんてこともあるかもしれないし、まあ本当に運がいいじゃん、まあ今日は無理でもね、配合を重ねて明日でなんてこともあるかもしれないし、こればっかりはなんとも。別にいいよ。テイがやりたいゲーム先延ばしになるだけだし。いや、まあそうですね。まあ確かにこれ、ね、終われば次、ゼルダですからね。ね、先延ばしになっちゃうし。ね、本当に、早く来てくれればいいんですが。なんか今日はポンポン出ますね。ダークホン、ダークホン頼むよ。ダメ。帝王カラオケ。はい、岩さんいらっしゃいませ。こんにちは。何歌うんですか。だけなんだから預けてきたら、ね、金？いやでもダメなんですよ。タコマスターが出る条件に一つに、所持金が確か1000ゴールド以上ないとダメっていうあれがあるんで、だね、まあ別にお金なんてね、その気になったらすぐね稼げるっていうか手に入るし、金目当てだったらね。それは知らなかった、確か書いてありまして攻略サイトに、だからお金ない状態だとね、いくらあれしても出会わないって仕様みたいです。さあ頑張る。
ぐらい歩けばいいかな。いるかなと。軟骨です。はい、どうも軟骨なの。はい、20個目さえいらっしゃいませ。軟骨美味しいですよね。出ないか。この声の手話、軟骨です。はい、なんでです。いや、豚骨かもしんないけど。はい、ブリトさんへ広告、300ポイント。はい、ありがとうございます。何？いつもカレーカレーうるせえと思ってんだ。そうだよ、カレーって。やだ。今日は昼は、何食ったっけ？ね、鶏皮じゃないけど、ね、鶏の唐揚げとフライドポテト、すさんでる、食いました。ね、いいじゃないですか、カレーなんか。はい、23個目さんいらっしゃいませ。あ、ちなみに、今日、夕飯、餃子らしいんで。焼き鳥のこと。はい、超電磁だし巻きさんもいらっしゃいます、こんにちは。高いっすよ。買わなくていいっすよ。うちの近くだと、3本でね、一応200円とか。フライドポテトなんて豪勢な。でも冷凍ですからね、家で、まあね、揚げたっつうか。あれしたやつだから。まあ、そんなに味はやっぱりね、どうしても、劣りますよね。出ないな。はい。そうですわ。ねえ、ちょっと高いでしょ。サンナナウでヤング、何やつ。ナウでヤングってね。でも、高齢者多いんでしょ。下手したら僕より年上の人もいるんじゃない？しかも場所田舎なのに、田舎だからじゃない。パン祭りって、パン祭りって今年やってんの？いい匂いがしたので来ました。匂い伝わる？はい、31個目さらしてます、ワンちゃん。ああ、それそれ、鉄骨飲料ってね、病気にとろう鉄分カルシウムってあれでしょ？ねえ、いずれ血となる骨となるって。覚えてますよ、それは。昔はね、テレビ見て CM もね、やっぱりね、必然的に見る機会が多かったから。おかしいね、急に出なくなっちゃった。鉄骨でできた飲み物。詳しいですね、鉄骨じゃないけど、餃子じゃなくたって、なんでリアルタイムで CM ね、見てたらね、頭に入るでしょ、CM ソングって。ねえ、下手な方角よりね、あたね、聞く頻度が高いんですから。まあね、それは嫌が多いにも頭に入りますよ。あ、いたいたいた。出てくる。今これは何うろうろしてるの？この通り、他国マスターさん、出た！よし！オッケー！あとはこれをどうにかしてというか、とりあえず命令させるので、確実に行こう。札幌1番電話は2番3時のおやつは文明堂。カステラ1番じゃなかったっけ。カステラ1番電話は2番でしょ。36名さんいらっしゃいませ。タコツボのマスター、タコクマスターどうしよう。ルカナ一応しとくか。どうしよう、何しようかな。カステラとか上級だよな。そう、
まあ強いけど、そこまで強いあれ相手じゃない、うん。よしよし。うん、え、何今何つった、本には命令聞かないって出た。嘘でしょ。うん、ちゃんと命令聞け。ちょっと待って、ベホーマー。眩しい光がくらんだ。エウリ、ちょっとどうした、何、ワンパン、葉っぱある、葉っぱは、あれ葉っぱはあった、あと一枚、え、一枚だけ、うわ、怖え。何この、あれは。ちょっと待って。どうしよう、どっち攻撃してくれるかな、ちょっと。しかし、ろくな名前のやついないな。ねえ、誰がつけたんだろう。さあ、どうでしょう。よし、そっち行け。よし。よし。ああ、よし。ちょっと待って。特でスクールと、防御でいいや、でアストロンして、頼む、アストロンして、エウリアンがやばいな、アストロンして、ちょっともう全員命大事にでいいから、もう肉使っちゃおう、アストロンしてくんねえ、ポコのチンが、畜生、肉、もう一つ。最大4つでしたっけ、霜降り。よし。よし、さらに霜降り。これで仲間なるでしょ。こんだけやっときゃ。これで最大4つだもん。もうこれで確定でしょ。よし、もろった。勝った。これ絶対来る。これで来なかったら、ちょっと怒るよ。怒るよっていうか、怒るけど。これでダークホーンが来れば。よし、来た。よし、これであと2体だ。よかった。はい。じゃあダークホーン来ましたね。はい、仲間にしますんで。じゃあ5文字で名前か。じゃあ、50で、はい。50個目で何かつけてあげてください。よかったね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 。無道。無道。クソってどういうことですか。はい。本なの、はい。48個目探します。じゃあ本で、ね。なんで本なんでしょう。まあいいや。連れてかない。どうしようかな。とりあえず、これで仲間になったはいいんだけど。本だから本、なるほど。あそこの本か。一回帰りましょうか。ていちゃん、おはようございます、はい、また仕事行きますは嫌だけど。ねえ、お仕事大変でしょうけど頑張ってください。はい、56名さんいらっしゃいますよ。ありがとうございます。一応記録しとこう。これであと2体。ローズバトラーとグランスライムか。今日はていちゃんの配信兼安夜まで。本当ありがとうございます。じゃあ頑張ってね。あと2体ですね。14つってるからな。ただ強さ下げなきゃあれかな。痩せ。ここのチンがあれだったらな。ちょっとな。ちょっとメンツクラス下げようか。こいつよりちょっと弱いやつ連れてかないと。
次、グランスライム行っときましょう。はーい、ってことで。本人と、ま、ポコノチンあたりはあれとして、これ強すぎる、これも強すぎるしね。はい。はい、どうも、ドットコムさんもいらっしゃいますよ。ゴンタぐらいでちょうどいいんじゃないかな。何がブリップンですか？はい。ただ野生があれだからな。ちょっと戦うって、野生下げた方がいいか。そしたらアストロンね、確実に効くでしょうし。さすが帝王。ね。すごいメンツ。相変わらず帝ちゃんのリスナーは特殊ですね。はい、特殊すぎますね。吹雪を、吹雪だ。肉食わせろ。肉、食わせますよ、タラック。ちょっと待ってね、雫、あれ、葉っぱは？葉っぱって売ってなかったっけ、あれ？雫。自他ともに認める特殊さ。へへ、そう。ください、葉っぱ、葉っぱ。葉っぱ1枚あればいい、でもあえて5枚ぐらい。特殊な訓練を受けてますから。とりあえず大丈夫そうかね。ハモールいらん。あとは霜降り。ウルドパス、売れねえの。魔封じの杖。肉をちょっと、これね、多分ちょっと強さ下がったから多分ちょうどいいぐらいじゃないかなと思うんですが、はい。0.5 トンって相当でしょ。0.15 じゃないの。で、これでじゃあまた行きましょう。あと2体。意外とあっさり1体入ったからね、ちょっとラッキーですけど、あとローズバトル、あとグランスライブ。15か。わら、間違えた。ね、わら。0.5 トンで結構重いですよ。500キロですかね。なかなかそんな人いないでしょ。はい、超魔界はるかさん、はい、どうもいらっしゃいませ。はい、ま、モンスターズ、あと2匹ですね。あと2匹仲間にすれば、ねえ、ダークドレアまで配合、まっしぐらで、ねえ、この配信っていうか、この枠もね、終われますから。帝王速報、78円、矢印、31円、マスク価格競争激化。競争っていうのは、でももうね、マスクいらねえって人多いんじゃない？少なくとも今ね、今の段階では。ただね、今年のね、また秋とか冬にね、またってこともあるかもしれないから、まあね、下がりきったところでね、またね、ストックしといた方がいいかもしれませんが、まあそこは個人の判断ですからね。矢印マスクバージョン。アベノマスクと小池のおかげかよ。ですかね。ただ、配合できるのね。まあ、ただ、まだ2体ですかね。あと2体ね。一応のやつがそうそう簡単に出てくるかわかんないし。申請書もマスクも来てないよ。こっちも来てないですよ。うちもどっちも来てない。ね、いい加減来いって話ですが。まあ、マスクはまあ別にいいけど、本当に申請書になったらちょっとね、ガチであれでしょ。いけるかな。ちょっと待って。まあいいよ。これで、これがどんぐらいのランク？はい。6兆か。ちょっと待って、またランク見ないと。ロロ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 ロ。6兆 15 か。ちょっとこれでもちょっと強いってこと？これをちょっと下げなきゃってこと？
税金の催促はすぐ来るのにね、わこつ。ねえ。はい、76名さん。少なくとも給食当番じゃないね。何本人の性格が勝手気ままに変わってしまった。なんてこった。逃げるから。お金取られた。まあ、お金まだいいけど。帝王の性格。装備外せばあれかな。戦士のリングってなんだこれ、まあいいや。まだマスクしてないけど、今さらいらない。ねえ、いらないっちゃいらないけど。ただ、申請書は本当にね、来なかったらちょっと、かなり荒れるんじゃない？装備外せばもうちょっとあれかな、ランク下がるかな。はい、79個目さんもいらっしゃいますね。僕は時代を反映する記念品として英語を取っておきます。そう。手のあるから布マスクは使わない。ただね、夏場もしね、マスクするんだったらね。親なんかね、布マスクの方がね、夏場涼しいんじゃねえかっつってるから。ねえ、これだけ収束してもね、やっぱね、マスクしないでね、外出るのはちょっと、リスク高いでしょうからね。病気は布マスク、は。そう。どうやって殺すの？いっぱい。思いとどまって。何よ。何のこと。こんにちは。はい、どうも。85個目さんいらっしゃいませ。こんにちは。あと2体もね、とこまで来ました。さっき、ダークホーン仲間になったんで。ちょっと今ただね、タココマスターのランクちょっと合わせなきゃいけないんでね。ていちゃん、キラーマジンが作んないの？はい、このゲームキラーマジンがな、このゲームはキラーマジンが作れないんじゃないかね。はい、86個目さんいらっしゃいます。指輪、そう、じゃあいいや。これで、装備、ステータス下げれば、多分、その分能力下がって。魔人がなくてキラーマシン2だっけ？そうですね、キラーマシン2は、はい、確かいたと思いますが、まあ、ただ今回のドラムでは別に作る予定ないんで。キラーマシンとキラーマシン重ねればね、まあ簡単に作れるみたいですが。よしと。ぶわっ作んないのね。だってどう、ね、キラーマシンね、どうしても必要な配合ってわけじゃないですからね、まあ。戦力増強で作ろう。戦力はいいんですよ。今むしろちょっと戦力ね、下げなきゃいけないから。DS の時はメインで使用してました。いや、そうじゃないですね。いや、強い。いや、だから今、配合の素材集めるのに、ね、戦力が上がると逆にちょっと他国マスターで出なくなっちゃうんで、逆に今ちょっと戦力を下げなきゃいけないんで、あえて装備品外して、でもアクセサリーのステータスってどうなんでしょう？他国マスターの強さに。反映されるんですかね。そういう仕様あるのね、ブは。鍵集めしないの？いや、鍵集めよりは他国マスターの方が早いかなと。鍵はちょっと本当にね、リセットガチャにならざるを得ないし、ちょっとね、こっちの方がトータルに早いんじゃないかなと思うんですが、
あと2体でしょ。ローズバトラーとグランスラムってでもね、かなり上位でしょ。相当レア化で引かないと当たらんでしょうからね。どっちが早いですか？金持ちってないと出ないとか、自分の手持ちの強さでマスターの手持ち変わるとか知らなかったしな。うん、僕もね、今回これやるにあたってね、まあ調べてね、まあ今ね、いろいろそういうデータがあるって知ったから。ねえ、僕もびっくり、まあね、まあ、タゴマスターの強さがね、そりゃ、こっちに比例して変わるのは知ってましたわ。ただ、タコクマスターからね、特定のモンスターをね、狙うにはね、やっぱり、その一定の強さでないとね、出てこないモンスターがいるっていうのは、知らなかったから。そういう意味ではね、強さを調整しなきゃですからね。ね、本当はこんな縛りなきゃね、別にね、格下のモンスターね、ひたすらね、集めて、ね、配合ね、どんどんあれしてちゃね、余裕なんですけどね、だって、ゴルスラだってね、メタスラから。何も考えずにうろついていた小学生の。まあそんなもんですよね。子供の頃なんでそんな仕様なんかね、気づくはずないんですから、しょうがないでしょう。生成がちょっとなくなりそうっすね。やってた頃だってね、これの時はね、そんなにね、図鑑コンプまでやろうなんて気もね、全然起きなかったし。出会い系から元カノのメッセージ。何のこと？はい、96個目さんいらっしゃいませ。出会い系から元カノってね、あるっちゃあるんですね。俺もプレステ版のモンスターズやろうかな。感応していい？何か、感応して、いいんじゃないの、まあね、別にプレステ版に限らずね、ゲームボーイ版だってやれるんだったらね、やっていいんじゃない。いないかな。感応、味方一人の命中率を 100% にする。そっちのスパロボ。3DS のジョーカーさん、やえるテマスキラーマジンが作りました。気分がいいです。3DS、ジョーカー、キラーマジンがってどうなんでしょうね。まぁ、あ、ちょっと、かなり上位でしょうしね。お疲れ様です。ね、ほんと、ね、ジョーカーとかね、3DS の配信もね、やれたら、やりたいんですけどね。やっぱね、レトフリじゃなかった、ニセトロか。中盤で上位ズクリアした、魔王をはべらすなんて、いい子身分ですね、てよ。魔王じゃないですか。あー、来た来た。これで強さ合ってるかな。あ、オーラ、田舎から出てきたマスターだべ。あ、オーラと試合してくれないだべか。キングレオか、どうです？ちょっと待ってね。キングレオがどんぐらい？キン、キングレオ。あ、14か。あ、いいネギトロ高いけど、いろんな神作品あるから価値はあるよね。ねえ、でも高いですからね。本当に。強さは合ってるかな。これで、あとグランスライムが出てくれば。あ、間違えた。倒しちゃダメ。じゃあ、ゴンタくん。まあ、負けたけど、でもね、強さの線引きはちょうどいいみたいだから。これでグランスライム引ければまた。ジョーカーはモンスターのサイズのせいで自由にパーティー組めないのがやだ。まあでかいやつはでかいからってこと。僕はそれはでもね、まあ個性あっていいかなって。まあ確かに好きなモンスター同士でってそういうこだわりがあるなら嫌かもですが。
は何でしたっけ、結構ね、でっかいやつが好きだったから。ねえ、一体でね、全体攻撃できるやつとかいたから。ねえ、何でしたっけ、スライダークロボでしたっけ、ねえ、あれとか結構使ってたような気はしましたが。ジョーカーさんのモンスターコンプして、うん、だから配信できないし、ジョーカー3僕やったことないんですよね。そんなにコンプ難しいね。リトルあればね、やってみたいって気もあるんですが。ジョーカーさんのサイズは何センチですか？内緒。リトル高いで、割れて3ですって、割れてんの？エミュってありましたっけ？はい、107個目さんいらっしゃいませ。こんにちは。いや、仮に割れがあったとしても割れじゃダメでしょ。あるらしい。で、ギトロンは買えないね。アマゾン見たけど。ねえ、売ってないでしょ。多分買うんだったらヤフオクかどっかじゃない？ヤフオクとかメルカリだったらね、でも、ねえ、なんか3万ぐらいするんじゃないの、今。うん、ねえ、だから本当はね、ニンテンドーがね、そういう 3DS のね。やめといた方がいい。うん、ねえ、やりませんけど。うんねえ、だから、任天堂がね、これ貼ってくれたらね、ほら、ねえ、こうやってすごいね、うるさく言う人もいるからね。引き取りでいいじゃん。時間取り、やりにくいでしょ。めんどくさいし。はい、114個目さえいらっしゃいませ。ねえ、任天堂がそういうのね、出してくれないんですけどね、それか。生成は、あれ、あと1個、これラストか。帝王の直撮りがちょ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 って動揺した時に画面が揺れます。割れ批判してる人って自粛警察と同じ匂いがします。そう。わかんないけど。なかなかね、スイッチでリメイク系増えてるけどね。ただ 3DS の場合ね、まんま移植ってのができないのがちょっとね、ネックですよね。ねえ、2画面のあれだから。まあそれをね、例えばね、横でね、2画面表示みたいにね、で許されるならいいけど。新しいモンスターズも出るらしいよね、まだ先だけど。そうなの？家庭用で？家庭用っていうか、コンシューマーで？ねえ、言って、ねえ、ジョーカー3から、ねえ、全然。カミュが主人公のやつね。本当に？カミュが主人公らしい。でもまだなんでしょう、ヤンガスでもいいぞ、買うの？何を？もし、例えばスイッチとかね、プレステ4で配信できるんだったらね、まだまだ先だろうね、コロナの影響もあって。買うかもしれませんけど、あ、いた。よし。頼むぞ、グランスライム、グーラン、グーラン、グーラン。ちゃんかわいいよね、私は枯れ木のマスター。ちょっと風邪をひいててね、ほいけほいけほ。コロナだった。コロナ持ちだ。モンスターズ好きだから。まあ、配信できるのはね、やってもいいですね。ちょっと待って、二軸弱、骸骨剣士。ちょっと待って。二軸弱、二軸弱、ああ、14ですね、やっぱり。レベル合ってんだ。コロナ他国マスター。あとはグランフェズスライム引ければね。二軸弱いいな。二軸弱はもうね、作って、今いますけど、配合待ちで、お金を取られるのはいいけど。あとはこれで引けりゃいいんですけどね。引けるまでが遠いかも。でもあとね、今日2時間半ぐらいあるとしたら、あと1匹ぐらいはいけそうですよね。生成買わないと。あ、家の中とか近所に、はい、大きな音出すやつ死なねえかな。そんな人いるの、ひどいっすね、本当に。ねえ、家の中ぐらい静かにしろってね、本当に。近所にまだ音が聞こえてるって伝わってないんですかね。はい、130個目さん。
いらっしゃいませ。こんにちは。それ YouTuber だよ。へへ、そう。ワイの部屋の隣でも配信してるのか、ちょちょちょいってうるさいやついる。本当に？ちょちょちょって。なんで僕そんな大声出してないでしょ。多分。何売ろうかな、友情。さすがハイパーグランドクロスハイアットリージェンシーハイツ箱根にお住まいの帝王さん。何ですか、そりゃ。まあ、富士なんか。うるさい人はどこ行ってもうるさいからね。騒音で事件になるくらいだからな。テイちゃんがパーフェクト童貞。何パーフェクト GT ですか。いや、パーフェクト GT なんですけど。ドアや襖をピシャーって閉めるのもいるからな。静かに閉めないのに。丸と。昔にピアノ殺人事件ってあったよね。何それ、ピアノの音がうるさいから。そういう人を開けたいんですよ。迷惑なんか考えてないからね。わら、ねえ、子供の声とかは大丈夫なんよ。物音がダメ。どうでしょうね。僕もなんかね、どんどんってね、なんかそういう音は嫌ですよね。いや、でもでっかい棒ね、もしね、捨てる音が流されたら、それもそれで嫌そうですが。音声に加えたらな。帝王トイレ詰まらせに聞いたよ。何しに来てんの。俺は階段を大きな音で曲がるのがダメになってきている。階段マンションに引っ越ししようぜ。マンションなんて変わりませんよ。隣のやつも腹叩いてるのか、ペチペチうるさいよ。マンションなんかね、左右どころかね、上下のね音だってね、あれですもん。マンションの方がね、あれでしょう、一軒のがまだマシなんじゃない。はい、144個目さえいらっしゃいませ。今日は、ご飯と、もうね、冷凍の唐揚げと、あとフライドポテト食いました。冷凍食品の、家で温めるというか、揚げるやつというか。冷凍の唐揚げ。マンションは鉄筋だから全然大丈夫だよ、俺のとこは。そんなことないですよ。うちだって一応鉄筋なはずなのに、何ですか。マフラーを純正以外に改造してるやつ、みんな死刑になればいいのに。一軒家でもうるさいところは地獄だぞ。ねえ、だからそういうの考えて本当にね、当たりはずれが。スマホの暴走し始めたのは。ねえ、隣人ガチャがね、怖いでしょうね。スマホ暴走し始めた。どうしたの。ちゃんの家は鉄筋手抜きしてんだよ。手抜きなの。ねえ。軽量鉄筋は結構響く。軽量鉄筋、へぇ。軽量鉄筋、どうなんでしょうね。うちはわかんないけど。そういうのあんのかな。帝王は四股踏んだり鉄砲をするので鉄筋が歪んでいます。生がな。ないかな。帝王は部屋いっぱいに入り込んでるからクッションになって音が弱ったりしないの？わかんない。どうでしょう。はい、どうもホタルイカさんもいらっしゃいます。うちは隣の人が電話してる声聞こえる。うちでも一応、部屋越しにね、人の話し声は聞こえないんですが、やっぱりだんだんね、どんどんとかね、叩く物音とかされるとね、やっぱり
聞こえるんですよね。帝王の部屋はマンションの何階なんですか？5階建ての3階です、87階87階とか、そんなマンション。隣のトールマンが朝まで鳴り響いた。セレブ、低層マンションか、いいね。いいの。気が弱いから何も言えなかったブワ。言わなくていいよ、ていちゃん。笑い。いや、別にそれだけで特定できないでしょ。それで特定できる人います？しょうがないから、スマホ買い替えだよ。まあ、しょうがないですね。スマホだってでも高いですからね、なかなか買い替えつったって。11階に住んでたけど買い物が面倒だった。なんで面倒、なんで？エレベーターあるんじゃないの？11階だったら。ねえ、うちなんか5階建てでもね、エレベーターないから階段ですよ。エレベーターも時間かかるから。そんなかかる？高いところはエレベーターで密になります。さあどうだ、いたずら？じゃあ俺の家はこれは15階建のマンションで10階に住んでます。どうそう、15階マンションかかってそう、いい運転になるね。どうでしょうね。ラザマナス、これも14かな。ラザマナスマンションリスナー多いな。まあね、都心に住んでる人はやっぱね、結構マンション住まいの人も多いんじゃない。階段上り下りしてたらダイエットになるやん。そんなにならんでしょ。むしろ逆にね、足の筋肉がつくから逆に太っちゃいますねえ。ちょっと一回やろう。レベル合ってるんですよね。あとグランスライムが出てくれれば。一軒家です。時間の問題なんですけどね。大阪なので田舎です。そう、でも大阪大阪だったらね、田舎ってことでもないでしょ。10回も登ればデイワーしますぜ。しますよ。東京23時は基本高層系だね。ね、3階はギリギリだけどね、これが4階、5階とか登るともう、あーってもう、息切れですよ。もう死にますよ。酸欠ですよ。膝壊れる。ねえ、膝だってダメージ来るでしょうし。せいちゃん酸素欠乏、ねえ、なっちゃいますよ。水ですよ。こんな暑い時にね、そんなココアなんて飲んでられないでしょう。大きく息を吸って浮いたりできなかったって。知らない。2階建ての高層平屋の1階に住んでる。2階建ての高層平屋ね、いいじゃないですか。アイスココアって美味しい。ココアはでもあったかい方が良くない？それアイスココアでもいいかもだけど、どっちも美味しい。そう、うまいよ。うまい。エアビー&ビーで東京のあちこちに泊まったけど気に入ったのは中野だな。ドトールのアイスココアにハマってたな。ドトールの、アイスココア、アイスカフェラテの方がいい。そう、僕はあったかい方が好きですけど。お、来た来た。いいですね、今日ガンガン出るね。幼いのにマスターとは大したものだ。よし、私の魔物と試合をしてみようじゃないか。グラン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 、グランじゃない、ドゥランが来た。ドゥランも14なの？ 14 結構多いね、なんか。ドゥドゥドゥ、ドゥラン14。さよなら。練馬足立は東京として認めません。なんで？知らないけど。用ないのに、ていちゃん大したものだ。雪の本数が危ない人たちですね。グランガラン。グランスライムですね。あ、ちょ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 、あ、わわわわわわ。やられた。死んだ。逃げらんね。まあ別にいいんですけど。下手に勝ってレベル上がってね、強くなっちゃうと。そっちの方は困っちゃう。何か、ですか、ブワ。
これは別に想定内だからいいんですけど。言い訳しないで。言い訳じゃないですよ。別にね、全滅したってね、お金なんかまたすぐに稼げるし、ただ、タコマスター全滅扱いじゃないから、ゴールド半額にもね、ならないし、でもどうしよう。生成はあと結構相手強いね。ねえ、ランクで言うならね、最大20だとしたら今14なんですが、まあでも、アイテムチートすれば勝てない相手じゃないですからね。とりあえず預けましょう。ゴールパスもいらんよな。言って1あるべきだし、あんまり安くない。メダルは、ポンビートルでもいらないんですよね。スカイドラゴンもいらないし、とにかくあとグランスライムとローズバトラーでいいから。マジですか。いいですね。はい、207個目さんいらっしゃいませ。こんにちは。まあね、ただ申請書来てもね、今度こっちから送ってね、それで振り込まれるまでがゴールですからね。何事もね、そこからなければいいんですが。違う。あ、そっか、霜降りはあれか。下げられるんだ。使うのもありかな。100、あ、結構引けるんだ。それであれするのもいいか。ねえ。これからねえ。引っかからないようにね。ねえ、ありそうですからね。もしかしたらその申請書がね、偽物って可能性もあるかもしれませんからね。ちゃんと十分確認してからねえ。薬草でもいいんだけど、薬草あれか。希望しないの項目とかあるみたいだし。希望しないの項目、本当に。コピーしないから通帳とかコピーしに行かないといけない。まあ、それはコンビニでいいでしょうけど。あ、211個目さんいらっしゃいませ。ねえ、まあ、急いでね、別に。そんなにすぐ欲しいってお金じゃないけど、早い段階で安心はしたいですよね。言って。いたいた。頼むぞ、今度こそ。イピョネセ買ったから欲しい。出ないな、iPhone SE。23区なのに行ったら気配ないわ。わら、は固定、延長されても10年変わらないの、はい、変わらないんじゃないの。はい、215歩目さえいらっしゃいませ。延長っていうかね、もしかしたら2回目の給付金って形だったらね、それあるかもですけど、今の感じじゃね、もうそれもないでしょう。
ね、一応書いとこう。なかなか出ないっすね、グランスライム。本当に14かな？さっき見て14だったような気がしたんだけど。グー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 せめて50万くらい欲しいよね。スライム14ね。50万ね。50万とかもらったらどね、ほんでどうします？マスクの申請書も来てないのに2回目とか言われても。ねえ。そうですね。自動車税はすぐ来たよ。自動車税、ね、まあそれはほらまあね前々からねこの段階でね請求するってちゃんと準備できてるでしょうからね。あと3個金返せ。金何？帝王税も来たよ。どんな税金ですか？そういやマスク来てないな。本当に来たるのだろうか。ねえ、どうなんてんでしょうね。重量税ってのは自動車にかかる税金じゃねえの。僕走れないから。自動車ってほど遠い。守りの種か。でもこれ使っちゃったらもしかしたらってこともあるんですよね。都内だけどマスク来ないね。もう普通に買えたわえ。ねえ、なんだったの？っていうか本当に来るんですかね。いらねえけど。税金の督促はすぐ来るのに給付金は来ないブワツイッターたみ。ねえ。もうマスク普通に買えるよね。多分もういいね、探せば普通に売ってるでしょ、どっかしらで。値段にね、値段気にしなけりゃ、もうどこだってネットだって買えるでしょ。アベノマスクのおかげでマスクの市場価格が下がってるって本当ですか？さあね、まあ多分ね、でも、聞いてくれよ。転売がね、手放し始めたってのはまあね、本当でしょうけど。はい、今日だけで何？ 2 回も知らないですよ。そんな報告いいですよ。近所のね、だからうちのとこはまだかな？うちのところはまだ薬局ではちょっと売ってないかな。薬局関係ないとこだと、ね、売ってたりしますが。シャープが販売始めたとき一気に値段が落ちた。そこですかね。昨日も誰かいましたね。なんかね、50枚1万、ね、1万円で買った人とかも。まあ、多分ね、ちょうどピークだったんでしょうけど。はい。マスクがニョキニョキ生えてくるし、もう何も心配いらないよね。何ですか、それ。どんな仕様。ああ、やばい。中国の武漢は2月の時点で実際の感染者数が60万近くいたらしい。本当に？ねえ、そんだけやばいウイルスってことでしょう。そのうち50万は埋めた。そんなに埋められるもんなの？ちょっと出ないね。あと何個だ。建物倒壊してたのってもしかしてそういうことか。さあ知らないけど。でも50万ですよ。50万の人、そうそうね、簡単に。街中で銃ぶっぱなしてる動画は何だったのか。13億のうちの50万消えてもわからんやろ。でもね、50万ですよ。帝王、暑くなってきたけど、昨晩みたいに全裸で寝るのはやめた方がいいぞ。全裸で寝てないですよ。何を言ってんの。
はい、242個目さえいらっしゃいます。暑くたって T シャツとね、うん、パンツぐらいは履きますよ、さすがに。いないね。エッチ。何が？中国はバーム星の人口より多いのか。土ホームって呼びなさそうだよね。姉ちゃんはピーツは履くもんね。何言ってんの？出ない、ね。切れる下着あるの？あります。13億円持ったら50万くらいパッと使えるやろ。そう、そういう問題？出ないね。どうしたの？どうなんですかね。一回出て見逃したら、あれなのかね、もう出ないってことなのかね。帝王こんな手順なのに夜に焼肉食ってくるわ。まあいいんじゃない、焼肉ぐらいだったら。ちゃんと3密ね、回避できてるなら。逃げらんない、ちょ。逃がして。帝王の給付金は5億です。4ねって言わないの？へえ、なんで？出ないね。ちょっとずれただけなのに。焼肉屋は大体換気ちゃんとしてるしな。ていちゃんは優しいから言わないよ、はい、そう。じゃあ皆さんは何、心の中で死ねって思ってるっていうの？帝王は焼肉屋に持ち込みます、何を。全然逃げらんないね。なんで人の心が読めるの？さあ思ってるだけじゃなくてちゃんと口に出すよ。そう、読んねとは思わないけど消えちまいなって思う。どう違うの？どう違うの、その死ねと消えちまいなって。何が違うの？俺コロナって言うよ。ほんと？やっぱなかなか一応のモンスター引き当てるのって厳しいですかね。どうかな、不思議の鍵の方がいいのかな。俺コロナって言って捕まったやつ250万で釈放されたらしいね。250万？サイビリス版だと結構いいの来るけど。鍵の報酬？鍵の報酬出るのってどういうこと？ちょっとあれですが、すぎてます。0.15 メガトン小隊隊長の帝王さん、こんにちは。私のたわし、はい、今日のおやつと夕食予定。おやつはちょっと今ないけど、夕食は餃子作る予定ですよ今日。種も捨てるか、ちょっと今は怖い。3DS 版は報酬としての強しモンスターやアイテム金経験値が入るんよ。具は何入れるの？報酬として、まあこっちはどうでしょうね。一応報酬でね、あのダンジョンとかに借りて、借りとかね、アクセサリーがあるみたいですが、ね、具？うちはオーソドックスですよ。餃子はキャベツとね、ニラとニンニクと、あとひき肉、それだけかな。そうか、ここで一個使えば浮くか。今日で終わる可能性どうなんです？ね？今日で終わる？
今日ではちょっと終わらんでしょう。あ、これじゃ使えないか。あと2体だからね、そのタコホマスターのモンスター捕まえ終わるのは、メッサーラはいないんじゃないかな、この作品は。他のモンスターだったらいるかもしれませんが、これは多分メッサーラいなかったはずです。タコホマスター捕まえるのだったらね、このあと2時間半でいけるでしょうけど、まあ背後もね、何も。DS 版なら出るよ。さささってやっちゃえば、まあ、もしかしたらですね。はい。知らない、なんでですか。オートバックスってどういうこと。燻製肉。違う。燻製だとあんま下がんないですね。出ないね。頼むぞ、今度こそ、今度こそ、今度こそ。あーん、出ない。出にくいやつなんですかね。何よ。ひどい、ボロボロ。今いくら4300。何よ、突然のオカマ。ねえ、さっきすんなり出たからね、今日意外とささっていけるかと思ったけど。よしひろ久しぶり。はい、誰ですか、よしひろって。はい、WXYTP さん。はい、お久しぶりかね。はい、いらっしゃいます。モンスターズの縛りプレイみたいなのやってます。
よしひろ、メモメモ。何がメモメモですか。なるほどね。何がなるほどなの。僕はよしひろって名前だと思ってんの。帝王はしげるだよ。マジ帝王を指して私も死ぬ。どうしたの。あはい、279個目さんもいらっしゃいます。とがしかよ。ね。トガシャ、トガシヨシヒロか。ねえ。今日のテイさんは持っている系生主だったんですか。どうでしょう。本名は？本名？ねえ、なんでしょうね。内緒。山崎ヨシヒロ、貴様舐めているのか。なんで舐めることになるの。教えるわけないでしょ。個人情報ですよ。本名なんてね。じゃあ、しこ名でいいから教えて。よしひろくんか。帝王の帝は珍しい。スパロボ続き。珍しい。スパロボは来週です、また。スパロボは土日だけなんで。エッチな映画に出演した？平日はドラクエやってますから、出演しませんよ。何なの。部分的にそう。部分的にってどうなの。スパロボと FF には土日だけ。そうです。島津義弘。一応ね、コミットのトップに配信スケジュールね、書いてありますから、そちら参考にしてください。なんでホスト時代なんてあるわけないでしょ。デブなホストなんて聞いたことないでしょ。ドラテンはもうやれないでしょ。てか、ドラテンでは配信ではやってないでしょ。ねえ。続けます。ちょっと待って、あれ今誰かいなかった？幻覚？僕の。いたーって思ったけど、いなかった。されたからよけどラスボスは異界滅かみせゴヌバだからな。そんなん言われたってわかんないしねえ、どうせやらないんだし、どうでもいいですよ。どうでもいいですよってね。なんか急に出にくくなりましたね。あんなにポンポン出てたのに。帝王を刺して私も死ぬ。死んでどうすんの。死んでいいことあるの。またドラゴンクエスト10やろうぜ。もうできないんですよ。もうできないの。やりたくても。いや、やりたいわけじゃないけどね。はい、BBQ さんいらっしゃいます。読めば助かるのに。助かりません。やってたの？やってないですよ。ドラクエ10やるのはね、僕が配信始める前ですから。ねえ。そんなリスナーさんとやるね、あれで。そんなバンになるようなことなんかするわけないでしょ。ラムとラムと、ラムとやったの。うん、メギストリス城でバナナトラップして帝王を転ばせました。そんなことやってたの。てか今でもやってる人いんの、そんなの。一番高く売れたのいくらになった？何が一番高く売れたのって、だってねえ、せいぜい1万2万の額ですよ。人の多いところは今でもやってるよ。そう。何回アキネーターやっても帝王じゃなくて飯塚構造になる。知らない。どっか業者。
それぐらいならまあ可愛いもんだわ。それで番になるのか。なったの。まあ1回2回じゃないですかね、うん、数回はやったから、うん、まあそういうのは積み重なってなのかもですが。ところでダイタヒカル好きなんですか。いや別に何回やったんだよ、知らない。そんなもんいちいち数えないでしょ。業者と運営はつながってる、うんうん、ねえつながってんだ。なんで僕バンにされたのって話ですが、いたいた、頼むぞ頼むぞ、今度こそ今度こそ。1日100万ゴルドです。1000万ゴルドからの買い取りとなっております。何ちょ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 、さあ数えてないからわからんけど、なんで同じモンスター2体出すんだったらねえ、うん、グランスライム出してくれりゃのに出にくいのかな。グランスライムってグランスライムって本当に一番最後なんですよね。もっこりエッチ。ちょ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 。ねえ、なかなかきつい。敵厳しい。これ嫌ですよね。攻略本のデータが間違ってたとかなったら。他にもっと悪質なのいるだろうに、そいつはバンになってなかったりするんだろうね。ねえ。ダイタ、ヒカルとやったんですか？やってないでしょ。パーフェクト DK。9000万ゴールドで1万4220円か。今どんなもん？どうでしょう？僕の時どうでしたっけ？9000万で1万4000円？結構相場下がってる。今あまり儲からないな、ねえそうですよねえ。そんなったら普通にねバイトでもした方がねえ金稼ぎのねえいいですよねえ。ましてや僕職人でねあれできるわけでもないし。9億 G で14万円か。9億なんて稼げませんよねゲームで。14万とか、ねえ、職人しないと無理だなや。ねえ、ねえ、それなのにね、僕はね、でも職人できないからね、結晶のあれでね、ひたすら、ねえ、戦闘して、ねえ、装備品、ねえ、結晶して、ねえ、そういうボット使うね、才能とかもないからね。気の遠くなる作業だな。ねえ、そうですよ。それをちまちま延々地道に地道にね、稼いでね、ゴールドをね、別に現金出したからってね、何がいけないって話でしょう。そりゃそういうね、不正なツール使ってね、そりゃね、売ったっつうのはね、そりゃ確かに。データを売ったらいけないって意味わからん。ねえ、いいじゃないって。ねえが多いぞ、しげる。誰ですか、しげる。全然反省してない生主。別にだ、もう やんないっすよ。来い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 。真珠、ダメだな、なかなか引けないですね。そんなにレアなゲーム内で受け渡すんだな。今から一緒にホリーの残り少ない紙むしりに行こうか。いいですよ。今何狙ってるの？グランスライムです。ダークドラム作るね、一番最後に必要な素材。違い、真ん中そう？そうですね、悪魔ですね、悪魔と二軸じゃなくて。使ってないなら問題ないと思うけどダメなんだな。ダメなんですよ。ねえ、悲しい。いいサウンド、いいエデイバーです。何のことですか。原太鼓。原太鼓ってほど響いてないと思うけど。引けないね。ダメならゲーム内でゴールドを買えるようにすればいいのにね。原太鼓でラムトできないんですか。知らない。ラムトできる。服着てないのか。着てますよ。 T シャツだから薄いからね、シャツ越しだって音は
ね、出てるでしょ。お腹の部分だけ穴開いてる。ナバが。T シャツになって書いてるの？え？コロ？なんでですか？先生もまた切れそうですね。帝王のケツは割れている。なんのこと？フードファイターになろうと思ったことある？ない。なんだから僕デブですけど、そんなに言うほど。皆さんが思うほど大ぐらいじゃないですから、痛い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 、頼むよ。グラン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 。人体は脂肪でできている。ダメだね。ラーメンの出汁になろうと思ったことある？思う人います？お金はまだ平気だけど、ダメですね。左のモンスター見たことないわ。だしダイエットワンチャンあるで。左何でしたっけ？アクシャーク？何？僕はだしの才能なさそうって言われたから。ダイエットワンチャン嫌ですよ。いや、そう。いいだし出ますかね。どうしよう、先にあっちの方がいいかな。でもせっかくレベル調整したしな。低い方、なぜかグランスライムって、ねえ、低い方でないと出ないんですよね。リア的の割には。ヨシヒロ君は豚骨だったのか。何のこと。誰ヨシヒロ君って。鍋に入ってるだけで時給2000円もらえるよ。時給熱いでしょ。だして生主、新しいですね。何が出して新しいってか、そんな発想普通ありえんでしょ。レンタル何も食べないデブ。何言ってんですか。90度でグラグラ煮込みます。やですよ、やけどするでしょとか死ぬでしょ。テイクアウトのお店にまた行ったら、未だにテイクオフテイクオフって言ってたわ。じゃあ教えてあげたら、テイクアウトですよって。テイクオフじゃ離陸になっちゃいますよって。宇宙へ。ねえ。あと2個か。あと1回円化できりゃいい感じかな。テイクオン？テイクオン。へいで前ラーメンお待ち。なんでそ、注文してないですよ。はい。366個目されてます。ヨシヒロ君もテイクオフするか、5億になります。高っ。ぼったくりじゃん。そりゃ頼んだもの持って飛び立つんだろ。そう。飛び立つって誰が？肘肩の金髪の兄ちゃんが帰るときに首をかしげていたのが面白かった。まあ、帝王の年代は名前に、ヒロ、入るよな、世代的に、へっへっへ、竹を吹く。ねえ、テイクオフだったら、ブックオフの方がね、まだ行きたいですよ。どうも、勝手にウーバーイーツです。はい、勝手にって注文してないです。いやー、出ない出ない出ない。これ昨日の FF よりもなんか作業配信になっちゃってますね、言って。ウーバーイーツより出前感。そう。
ビッグバン使えるようになった？え、まだですよ。作業雑談配信。ねえ、雑談があんまり面白くないのにね、こういう雑談配信増やしても、しょうがないと思うんですが。ねえ、せいせいあと一個ウーバーイーツの黒柳徹子さんと一緒に出てらっしゃる女性は綺麗ではないですね。誰知らないけど。そう。ねえ。はい、出て終わらしてねえ。出てくれればねえ、まあ多分。ただ出ても負けたらね、失敗ですからね。勝っても仲間にならないとそれも失敗だし。あと2体だったらどうなんでしょうね。不思議な感じでね、リセガチャした方が早いかね。今のメンツだったらね、格闘場で鍵狙えるでしょうし。506のこと考えればヘでもない。そう。いや、つうか。いや、これドラクエね、6ほど時間かけようなんてね、みじんも思ってませんよ。30時間ぐらいで終わらそうって程度に考えてないですからね。夏フェス中止になって、いや、別に。僕はそういうイベントには行かないから。ドラクエ6のマンドラゴラみたいなポーズで見ています。どんなポーズ？はい、383組さんもいらっしゃいますよね。モンスターズ、ちょっと今、あと、他国マスターで、あと2体までね、迫ってるんですが、なかなか、他国マスター出ても、一中のモンスターがね、引けないっていう状況ですね。ダメかなぁ。こんにちは、帝王、はい。384個目さえいらっしゃいませ。いないね。先生もうないもんね。出てくれないの？ドラクエの聖水は大事だね。ねえ、大事ですよ。この作業やるんだったらね、聖水必須ですからね。いないね。おしっこ？違いますけど。エッチ。何言ってんの？聖水って言葉でね、そうやって反応するから余計にダメなんでしょう。ね、よく見たらこういうとこで聖水売ってないかね。道具屋ない、道具屋ないっけ、あ、道具屋あるね。聖水売ってたら聖水 あるじゃんね。ちょっと高いけど、なんだここで買えば別にねえ、いちいち天空の世界行かなくてよかったじゃん。誰ですか、ここにあるって教えてくれたらいいのに。なんだ、無駄な二度ねえ、無駄な手間省けたじゃん。こんなおっさんの聖水はいらないよ。僕が必要なんですよねえ。こんなおっさんの聖水ねばらまけばねえ、敵がねえ寄り添ってくるわけないでしょ。何言ってんの、失礼です。甘そう。甘いか知らんけど、いいの、寄ってこなきゃいいの。お嬢様聖水。皆様みたいな変な人が来なきゃいいんですよ。アクバー仲間になったのか。なんとてか背後で前から作ってまして、アクバーは、そういれば帝王さん、皆さん、猫を避けるペットボトルってあるでしょ。なんかありますね。あれって嘘なんだって、魔除けの聖水。なんかあんまり意味ないってね、結構前から言われてますよね。その割にはね、でも今でもやってる人とかなんかね、たまにいたりしますが。ニュージーランドのガーデニング専門家がついた嘘だと白状したそうですよ。そうなの、嘘って。さっさとエウリアン配合しないの。ちょっと待って、ひどい。エウリアン
まだちょっと、エウリアンって誰だっけ、竜王でしたっけ、竜王はちょっと今、まだ相手がいないんですよ。竜王は、竜王は指導と配合しなきゃいけないから。ねえ、でも僕の配信でそんなことを訴えても、ねえ、全然宣伝力が、影響力ないでしょうから。出ないね。ここから神奈川県に広がっていき、いずれは全国に。悔しくて今日は眠れません。いや、そんな悔しい。出ないね。ああ、いたいたいた。頼むぞ、今度こそ、今度こそ頼むぞ。443体制の文字を見ただけで指が取れます。そう。まあ、いや、ちょっとどうしよう。出ないね。なんでかな。気分転換にお絵描きしよう。じゃあちょっとトイレ行くから、じゃあお絵描きでもいいからちょっと待って。机になんとかしろよな。じゃあちょっとトイレ行ってきますね。じゃあちょっとお絵描きやっててください。はい。そうですね。はい。はい。じゃあ再開しながらお絵描き見ていきましょう。はい、ということで、ちょっと待って。ちゃんと全部表示しなきゃダメだよ。はい、なんでしょうね。はい、とんまかぜ、ジョ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 って、何がジョジョジョか知りませんけど。ねえ。わらわら、滝のように。ねえ。滝のように。はい、次。はい、次。はい、オッケーハズマさん、何？ズバリ、リカームドラ。何？はみ出てますよ、わらわら。何？知らない。かわいい。ねえ、何はみ出してるか知らんけど。もう。イケメン。今書いちゃダメだっつうの。リカドラ定期。ねえ。パンにの食い込みもいいですね。わら。そう。サイコリーディング中。はい、次。はい、ブリオさん、お、すごい。珍しい。ねえ、普通に美女。ねえ、美少女書いてますね。美しい。かわいい。ね、帝王、美しい。ねえ、ねえ、こういうの書いてくれた方が本当にありがたいのに。ねえ、すごい。これが帝王の誠の姿。なばかな、それはない。帝王、やだじゃないでしょうね。書いてくれた方が。だってね。ねえ、書いてくれた方が。はい、どうも、次。はい、はい、ミキドーさんの化石さん、味がしないね。あんまり可愛いの書いたら、帝王さん、またトイレ行っちゃうじゃん。本当に大丈夫？コロナ。味が全くしないの？帝王、心配ですね。ねえ、味覚障害って言うけど、タコマスター来た。ちょっと勝負しましょう。なんで同じモンスター出すくらいだったら別のモンスター出してくれりゃいいのに。はい、次。ライスボールさん、はい。ダークドレア、虫と、シンユー。わかる。ね、いつものギター。強いですね。うまい。うまい。軌道細い。うまい。ねえ。ドレアムのもっこりの再現地から、何言ってますか。右はロングネックマンさん。どうでしょうね。これどうしようかね。一回帰らなくても出るかね。ちょっとそれも検証しましょうか。はーい、次。新入院だ。見に来たさんってことで。はい。人がありみたいですき。
これなんでしょうね。ていうか、おにぎりなんか、右下になんかいるってか、もう人じゃないでしょ、もう。もう人外の何かってレベルでしょ、どうなってるのっていうか。吸い込みとる。おかしいでしょ。笑ねえ、指導かね、あれ。帝王の口、ね、うまい、笑、おにぎりは飲み物。何言ってんの、はい、どうも、次。生産してもこれは増えません。うん、ねえ、あ、間違えた。次、はい。はい。何が帝王部でも、多いのダメでしょ。はい。次、はい、ふんころさん。これは何かな、これは何かな、アクバーバルザック、あーじゃないでしょ。本人。ダブル。何でしょうね。そういえば今回バルザックもね、ミルドラスかね、もうちょっとですね。ミルドロス、ミルドラスはもうちょっとでいけそうですが。テデサゴーラ、ミルドの変身子だな、わら。ドラゴのでかいやつ、テオドラス、ミルドラスだよ。ブオンかね、ブオン、ミルドラス、だそうです。まあもうちょっとでね、拝めると思うんで、お待ちよってことで。はーい、次。ケイストさんでは、なんでこの、なんなの、右の餃子と左のあれは。で、何、真ん中一体何なの、スライム増えとる、わらわら。真ん中一体何なの、餃子増えてる、わら。ねえ、おかしいでしょ。楽屋。学者。どれが帝王、さあ、どれでしょう。右上に新しい何かが生まれそうですね。ね、本当に、やだね。はーい、次。はい、レトロ社長さんでもね。なんですか、だしですか、ちょちょちょじゃなくて。どんなだしがね、普通にコロナ感染してるかもよ。卑猥じゃないけど、美味しくないでしょ。だし系生主。ねえ、美味しくないって。はーい、次。これで全員か。はい、ということで、10名の方、はい、どうもお絵かき、ありがとうございましたと。はーい。じゃあ、ついでだから、ん？汚かったね。エッチなのなかったですね。じゃあついでに。帝王はドラム缶入んないよ。じゃあよかったら、はい、おにぎりでも焼けてくださいって思ったら、あ、タコマスターがいた。お絵描きしに来ました。はい、終わっちゃった。なんで同じの出るんだったら。グランスライムって出ないの？これ鍵狙った方が早いかね。どっちがいいんでしょうね。ちょっと悩みますね。配合なグランスライムってね、でも、ちょっと待って。グッハハ、新記録。本当に、宙には浮かんでしょ。ゴークゴークでもないし、ハハハ。なんでそこまで頑張るの？ラスト1止めるからきつい。なんで止めるの？止めなくていいでしょ。はーい、ってことで、はい、1、お、すごい、3000いきますね。はい、団十郎さん、はい、桶狭間さん、はい、レイさん、グレさん、またむねさんですね。呼吸連打って本当に効果あるの？はーい、奇跡さんいらっしゃいませ。ねえ、また2位でしたね。上には上がって感じで。みんな強いな。5分間連打できます。5分間、すごいね。そろそろタッチパネルが必要か。そのためにタッチパネル買うの？そこまでする？
コロナは大丈夫？コロナ、今んとこ、症状は、なさそうですから、はい。いた。そろそろいい加減出てくれてもいいと思うんですがね。あ、出た。またかよ。出た。県内の有名な蕎麦屋に行ったら一軒しかやってなくて泣いたわ。本当。出たか。わら。出たから先にね、でも倒すのじゃまず。どうしよう。勝てるか。慎重に行けばなんとかなるんじゃない。うんちが。何も食べてるの。え、この右側のジジイみたいなスライムです。勝つしかない。ねえ。ゴンタがどうかね。ドラムも出たじゃん。ドラム、違う、どれこれ、どれ偽ドラムだし、もう仲間にしたから。何スライムって言うんだっけ。グランスライムですね。よし。よし。そんなに強くはない。慎重に行けば大丈夫だと思うんですが、回復さえ怠らなければ。でも回復がいないのか。合流してる方がいいかな。うんこしてきます。はい、どうも574個目さんいらっしゃいませ。プランに舐め回し。個人的にスライムベスが好き。最後に倒さんとあかんのでしょう。そう、だから、ねえ、最後になるように、危ねえ。ベホマは本人しか使えないからね。よし、残った。よし、倒した。これ倒せばとりあえず確定でしょう。明日は何やるの？え？いや、今日終わるかわかりませんよ。まあ、ただこれ終わったらね、次、ね、ゼルダの伝説って決まってますからね、今のうちに霜降り使っとこう。覚悟で野々村してくれないの？いやですよ。バーンされたんでしょ、そのやった人。僕にそんな覚悟はありませんよ。やった人バーンされたのか。なんかそういう話があるみたいですよ。なんですか野々村って。野々村、野々村でしょ。無茶しやがって。ねえ。やっぱやんなきゃねえ、ねえ、危ないんですよ。ねえ、エロは。モノマネ、いいんだよ。そうなの。号泣のあれではないですよ。そう。これで4つだから、まあ、ほぼ確定でしょ。ベッドのやつ？え？どんなやつ？病院ですね。どうしよう、念のためにもう一個使っとく。え、あ、食べらんない。でも落ちた。これな、なんでしょう？これはなんでしょう？でもさすがにこれはなんでしょう？まさか。テクヤは出るかね。なんでしょう？どうしようか。あ、マイキーなんか。なりません。なりますよ。4つ使ったんですよ。マックスですよ。そうは問屋は下ろさないよ。え？なるな。は？あ。嘘。なりまー。ちょっと待って。はい、わらわら。あ。
帝王。ジョゲナサッチョッチェッキ。マジ？わらわら。これはひどい。わらわら。霜降り、あんなに振ったのに。確率なんぼだったの？わかんない。どうでしょう、でも。食い逃げ。でもそんな、ま、ね、高い確率じゃないけど。使ってた？4つマックス使いましたよね。ミキスターと手洗った。何のこと？はぁ？マジ？うわぁ、絶対これでラスト1体と思ったのに。マジ？ちょっとまずいですね。何より今ので。なりますよ。中国産だった。なりますよ。ね、特定のイベントのボスとかじゃなきゃ、ね、タコフマスターのあれは、まあね、なりにくいモンスターっていうのはあるかもしれませんが。マジかぁ。どうかね。レアモンスター狙った方がいいのかね。方針変える？霜降りなんてすぐ腐るからしょうがない。そうなるよ、普通に帝王の引きがないだけぐわ悲しいね。霜降りにかあと4つ、うわ、一番嫌なのは今のレベルアップでね、こっちの強さのランクが上がっちゃってるかってことですよね。相手のマスターもっといいの食べさせてるからだよ。本当にそのせい？霜降り4つじゃ足りないでしょ。いや4つ以上はあのね、食べられないってね、拒否されるんですよ。さっきやったけど。両方同時に狙うことできないのです？無理です。起き上がるのはあの最後に倒した1体ですし。それに、狙ってるあれのね、こっちの強さのランクのあれが、でもどうかな、ジオン？ローズバトラーってどうだ？ 15 か、友人に電話する？しない。これまずいね。強さ上がったから、15になってるかも。まあいいや、15になってたら、ね、まあローズバトラーだし。さあ、続報ないからもうどっか行っちゃったんじゃない？友人呼び出さないで怒り抑えられるの？別に、こんな程度でね、怒ってたらキリないでしょ。ところで、ね、長モンスター集めてる。はい、冷却？別に何もしてませんよ。なんで冷却なんかしないとダメなの？別にね、今のところ別に普通に稼働してますから。ダメなの？ふうふうしてると思ってた。ふうふうしてどうすんの？冷却しないとオワコンになる。そうなの。でも今のところ別に問題なく、そんなに言ってね、うちのプレステ4はまあね、昔はいざ知らず、今はそんなに稼働率ね、高くないから、まあ大丈夫じゃないの。まあちょっとあさってね、定休日じゃないですか、そこでちょっとね、また、部屋ちょっとね、掃除がてら、ね、ちょっと、パソコンとかちょっと、手入れしようかなって思ってるから。水冷式に改造しよう。どうやって改造するの？仕方知らない。あなた無職でしょ。無職ですよ。だからなんだっつうの。配信の定休日あったっていいじゃないですか。はい、635本目さんいらっしゃいます。ねえ、配信だってね、やっぱね、休み取んなきゃね、気が持ちませんよ。さっきの悔やまれんな、絶対出てもうこれもろたでってね、思ったのに。
あー、悔しいなぁ。やっぱり、ラスト粘ってね、ラストにあれにした方がいいのかなぁ。モラタで駆動ってちゃんと叫びましたか？いや、そこまでじゃないけど。いや、でも4つあれすりゃね、ほぼほぼいけると思ったんですよね。何パーなんでしょうね。確かどっかにね、それ書いたんですけどね、仲間になる確率の計算式。どこやったかな、もう消しちゃったかな。死なないから。いいわ、いいわ、いいの。あるからね、週一でね、喉休めなきゃね、大変なことになるんですよ。ごほっごほっけほっけほ。ああ。くっさ。しょうがないでしょ。なんか出た。なんか出た。ぷくわ、油が出てきた。ね、どこに入ったの？ちょっと、受け皿あるから、それに。食事中なんですけど。ごめんなさいね、わざとじゃないから許して。あ、いたいた。どうかな。ランクは変わってるかな。まあ、15でも、出るんですけどね。変わったかな、アクバって 15？ まあ、上がっちゃったもんはしょうがないですからね。そんな、あ、15に上がったな、多分。サステイ、弾の吐き方もサステイ。サステイ。しかしスマホ高いな。いくらぐらいね、もの、ピンキリでしょうけど。ねえ、下手したら10万とかするんでしょう？ねえ、底辺なんかじゃもう高くて買えませんよ。5億。ねえ、なおさら無理でしょう。しょうがない。ローズバトラー先にしましょうかね。あるけどミドルクラスにした。タワマンスミの帝王はタンツボさえも5億。帝王、給付金で iPhone 買おう。いらない。ありがとうございます。ねえ、それだったらね、次のパソコンのね、資金にした方がいいですよ。5万以内で iPhone の新型が買えます。でもいらないもんね、家にいるんだし。外出ることもないし。ねえ、家でパソコンあれば十分でしょ。パソコンはリスナーからもらうんじゃないの？くれないでしょ。嫌ですよ。リスナーさんがもしくれるって人がいたってね、後が怖いですよ。ねえ、一生追い目背負って、ねえ、生きなきゃいけないって嫌ですよ。
まだかな。旅行で写真動画撮りたいから涙を飲んでばいうんよ。写真今ってどう、別にね、高性能のスマホじゃなくたってカメラ機能はいくらでもあるでしょ。ねえ、そんなに写真撮りたいんだったらね、じゃあね、別にデジカメでいいじゃんって話にならない。デジカメって今でも売ってんの？11の縛りやろうかと思ったけど、プレステ4出すのめんどい。まあ意外とそういうのあるでしょうね。なかなかゲームってね、始まったらあれですけど。現像するとそんなに？デジカメ買うぐらいならスマホ買うわ。これはに？これ、そうですね。プレステ2の、思い出すよね、2のルカのあれですね。ハスコラ。そう。帝王さんの放送はなぜタグ編集許可してらっしゃらないのですか？許可したらどうなるか想像がつくでしょう。タグ編集して何しようっつうの。嫌ですよ。タグがね、あんまりあれしてるとね、やっぱりね、そういう嵐とか変な人が来ますからね。ハスコラをハス画像と言ってしまうわし。別にいいんじゃない。ダメなの。あ、いたいた。勝負。ローズ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 。よう。じゃね。はい、どうも、神野さんいらっしゃいますよ。何ですか、変音って。だいぶお金減ったね。まあまだ1000ゴールド以上あればね、出てくるみたいですから。イカは仲間にできるんですが、使い道がないから。やべえ。コロナっちゃったかね。やばい、ちょっと熱が出てきてるかも。なんだろうね。この間土日に買い物、わかんない。急に、ね、なんか知んないけど。ゲヘッゲヘッゲホ。ねえ。ねえ、映されたかもですよね。あれだけね、客いたんじゃ。安倍呼んでどうすんの。なんか味がするもの食べてみよう。今、喉飴舐めてますよ。一応味はしてますよ。なんか、やたらと味覚障害ね、強調する人いるけど。別に。風邪だって味覚障害出んですから、別にコロナ得意の症状ってわけじゃないですよ。ねえ、コロナだからってね、全員が。ねえ、そう。ねえ、味覚が必ずね、おかしくなるってわけじゃないですから。味がするからってね、大丈夫ってわけでもないですよ。これが世界気を混沌に陥れる悪のトプトですか。亜鉛不足でもなるからな。亜鉛不足。ねえ。アヘカオ不足？アヘカオって何ですか？よく寂しがり屋とか余計な一言を言うよねって指摘されるんですが、合ってますか？人によく寂しがり屋とか余計な一言を言うんって指摘さ、どうでしょう。まあ円由来の場合肌荒れとかもひどくなるんで分かりやすい。僕の方がなんか余計な一言結構言ってそうな気がするんですが、どうでしょうね。バカじゃないのって言われたことある。ねえ。
ね、余計な一言ね、結構言ってるでしょ、僕。帝王は一言よりも死亡の方が余計にあるよ。うん、そりゃそうです。そっちはまあね、相手を傷つけることはないからね。だからコロナ特有の症状ではないって松波投手のホワイトデーゴーコンピーの時から言われ続けてる。松波余計なものなどないよね。あれ余計いいな。もうなんなんの喉喉痛いのに倒せようとしないでさせないで。うん、松波投手って誰でしたっけ。いった。頼む。あ、出た出た。テイちゃんは用事に、さっきスーパーでパンツ見えてたよ。なるほど。ごめんなさいわ。知らない。余計なこと聞くんですよね。いらー。どうしよう。友情の杖使おうかな。ただこれ使うとあれなんですよ、ね。ですね、やだな、これで。そっち狙うな、やめて。そっち狙うのやめて、そっち狙うの、ちょ、そっちやんねんだ、だ。これ本当に仲間になるの？なるけど。ちょっと、バカじゃん。バカじゃん、こいつら。バカじゃん、こいつら。何をやってんの？ちょ。もうダメじゃん。アストロンして肉球伏しなさい。おやすみ、ゴンタ。いや、ダメなんですよ。最後に倒さないといけないのに。何をやってんの、こいつらは。もうダメですよね、もうタンタタン。どうしよう。よりにもやって、本当にこいつら、バカじゃん、本当に。もうダメだー。諦めない。今年のお気楽な戦闘、命大事ににしとかないと。防御固めてからの方が良かったかもね。そう。でももうしょうがない。どうしよう。いや、ダメですよ。命令させたらローズバトラー先に攻撃されればダメですよ。もう多分ローズバトラーも弱ってるから。ああ。バカじゃん。あー、やらかした。ほんとこの AI アホだな、畜生。なんで欲しい仲間最優先で狙うかね。あー、やらかした。ほんとに、バカじゃん。アホだよ。アホだ。ほんとに、アホすぎて泣けてくる。あー、倒せたかもしれないのに。でも嫌ですね。回復要因がいないっていうのも。雑魚にやられるラスボスたちってなんなん。ねえ。ねえ、残り1体だったらね、鍵でねえ、ガチャで狙ってもいいかもだったんですが、まだ2体じゃねえ、ちょっとなかなか、いけると思ったのになーっていうか、アホやなー、ほんまにアホ。ボスとしてのプライドを見せてほしいですね。ダメですよ、こいつら。あー、やらかしたな。本当にやらかしちゃった。あー、バカ。くぅ。いらんよな。ここあんまいいもん出ないもんな。私のバカ。ほんとバカ。だから中卒なんですよ。
あーバカ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 。低温と呼吸付近の書類まだ、うん、まだですよ。マスクだってまだですよ。ねえ、本当に。配ってんのかってね。待ち遠しいですか？うん、いや、別に、そこまでじゃないですけど、ちゃんとね、来るならいいですね。遅くても別にいいんですが。ね、何かの手違いで来なくてね、給付金なしよって、それさえなければいいんですが。ね、ぶっちゃけ1年後とかでも、きっと君は来ない。嫌ですよ、一人きりの。バスク来ないですね。バスクはどうでもいい。重いからダメ。何がダメですか？本人。帝王は良い子にしてなかったのでないです。なんでですか？なんで僕悪い子なの？ダメなの？最近スーパーで袋輸入なのが面倒でしょうがないわ。はい、え、あ、アストさんいらっしゃいますよ。いや、うちはもうあれですよ。だから、ね、家のね、うん、そういう袋も持参して、うん、ね、それに入れて、うん、袋は買いませんよ。皆さんはどうしてんの？袋ちゃんと有料で払ってあれしてんですか？今ってコンビニも有料なんでしたっけ？あんまり知らないけど。エコバッグ？うん。エロバッグ？エロバッグはいらんでしょ。コンビニもなんか最近有料なんでしたっけ？ダンボール。エコバッグ。6月ぐらいからじゃなかったっけ？え、コンビニ？ねえ、コンビニちょっとあれですよね、なんか。コンビニな、まあ、あまり利用しないから僕はいいですけど、ね、ひょんな時にね、寄って買うの時に。場所によるんじゃないの？そうですかね。頼むよ、もう一回だけワンモアチャンス。イオン系はそういうのを利用してますよ。メタルキングじゃダメなんだよ。ダンボール虫の？へぇ。どうなんでしょうね、ダンボールって。買い物は月に3円書いてるのに段ボール。水か思い知ってないのになんでそこまでドヤ顔されるのか。買い出しですわな。サンポール？サンポール？ねえ。月に3回だとね、やっぱり結構大量にまとめ買いするんでしょうね。でも車ないときついでしょうね、やっぱり。もうだいぶお金減りましたね。1180。
ちょっとどうしようかね。気晴らしにあれしますかね。さすがに所持金が全くないっつん。1000ゴールド以下だとね、マスター出てこないんですね。お絵かきは、発注なんてあんのっていうか、スポーツの秋やぞ。今夏じゃないの。少なくとも秋ではないでしょう。とさん毎日ゲームやってるだけで飯食えるとか、かなりのリッチですね。秋ってどこの女よ。何言ってんですか。はい、760個目さんいらっしゃいませ。わりと頼む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 、なあ、豪勢なメンツだけど、お前らを選んだ。でもなんかすごい、だいぶ強いですね。なんか1ランク変わっただけでなんかすごい敵強くなったね。マダンテしてくるし、これ嫌ですね。これ本当に勝てるかどうも怪しいですよね。死にすぎ、わら。ねえ、ねえ、お金取られたし。マダンテ使ってくるのかよ、わらわら。ねえ、急に強くなりますね。ちょっと1000ゴールド割るようだったら、ねえ、ちょっと不思議な鍵の方に路線変えますかね。多分今だったらね、多分格闘のね、あれも B ランクぐらいだったらね、ゴルスがいるから勝てると思うんですが、ガチャ爆死したので帰ってきました。爆死ね、かわいそうに。でもこれあれすれば結構まだいけるか。ゴールド拾えばね、リセットすれば結構お金落ちてますもんね。お金払えば無料でまたガチャ引けるよ。お金払うのはただじゃないでしょう。ゴルスラに食わせるためにせっせと命の木の実集めてた思い出。昔はなんかね、それでね、ゴルスラあげるのね、なかなか大変ですからね。そんなこともやったっけね。今日涼しくていいな。そうですか。日差し強くないけど、結構なんか部屋の中ジメジメして、蒸し暑いんですが、親の方のね、リビングも、なんか部屋閉じ切ってるかもしんないけど、くっそ暑いっすわ。熱源は神奈川。何言ってんの？熱源。何言ってんの？いやー、しかし。出ない。あー、本当にさっきの負けも悔しい。ねえ、悔やまれ、その前の。わー、やめて。グランスライムなー、あれ仲間にできなかったな、あれが本当に大失態というかね、本当通気がないというか。ねえ、そしたらもう素材集め終わってね、あとね、ひたすら。嫌ですよ。元気の字ならいいけど。
あれの方の G は嫌でしょ。網戸開けっぱにすると小バエが入ってくるからこの季節嫌い。ねえ、小バエも嫌ですよね。G ガンダム。その G もあったか。コバエの天敵って何ですかね。小さいの人蜂も入ってくる。クモとかは？クモはコバエとか食わないの？クモがいたらなんか結構そういうの食べてくれそうですが、無理かね。カエル。カエル？カエルはうちの近くじゃあんまりもう見ないっすね。出ないなぁ。嫌だなぁ、つけるもなくなっちゃった。帝王がカエルになったら夜中にゲコゲコ泣いてきて、うん、どこまで行ってと。嫌ですよ、カナでカエルになるの。僕はブヒーでしょ。あ、いた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 。頼むから出て。クモの巣にかからないと。クモは G の赤ちゃんの天敵。え、クモは G の赤ちゃんの天敵。ねえ、こいつは自己スパークとか使ってくるし。足高軍曹は神。痛すぎ。ねえ、痛い痛い。卵や赤ちゃんを駆除してくれます、クモは。え、G のでしょ。キメラは。あれ、キメラは使っちゃった。足高グモ。速報、東京住人。なかなかあれですね、やっぱり。足高は G 皆殺しにしたら出てくからね。ゴキブリの名前がゴキブリだったら世界は変わっていた。本当に？テラフォーマーズで足高がゴキブリを倒してましたよ。テラフォーマーズ見たことないんですよね。あーつやつ。はご帝王様、はい、職場から帰還しました。ああどうも分身さんいらっしゃいます。はい、お疲れ様です。お帰りなさい。いらっしゃいませ、お帰り。タコクマスターね、なかなか惜しいところまで行ってんですけど。そうなの。今の興味なしって僕は深く傷つきました。何が、そんなこと言ってないですよ。勝手にそうやって決めつけるのはよろしくないですよ。誰もそんなこと思ってないから、働くのはいいことでしょう。ねえ、自分のためにも。ねえ、人のためにも。出ないなあ。ああ、本当にさっきのローズバトラックやまれんな。てか、これ勝てますかね、言って。もういっそのこと逆に徹底的に、でも徹底的に鍛えて。ディスられてないでしょ。最近漫画家仕事しないやつ増えたよね。まあね、でも、ね、まあやね、僕漫画ね、わかんないけど、まあやっぱり相当ハードワークなんじゃないですか。ね、ましてやね、習慣で、ね、週一であれだけのね、量、ね、漫画、書き続けるなんて、やっぱ結構ハードワークだと思うんです。ね、言ってブラックだと思うんですが。ね、よく知らんけど、僕それはちょっと読んでないから。そうですね。連載終わってね、まとめてみた方がね、いい。ねえ、いい。そっちの方が、
飛躍でいいでしょ。関係者頼りにジャンプの吸収で打ち切る風習はマジで良くない。そう。でも実際鬼滅大人返すっかな、ね、でもね、ジャンプはでもね、それで成功したというかね、少年漫画でね、一番人気のね、地位は気づいたわけだし、鬼滅様足伸ばしてダメになるよや絶頂の段階で追われてよかっただろう。まあどうなんでしょうね、なんかね、連載やめたのはなんか家庭の事情とかなんかそんな風に書いてあった記事がさっきあったような気もしたんですが、終わってよかったと思う。テイフォーマーズさんのおすすめ漫画は何ですか？僕はだからほら最近の漫画全く見ないから、ねえ、僕なんかだとね、ドラゴンボールとかね、スラムダンクとかね、世紀末リーダーたけし、斉藤隆夫さんのテル553という漫画面白いですよ、ね、ゴルゴでしょ、何ですかテルゴって。153かも出てるんですね、すごいですよね。え、違う、153って体重の割れに合わせてんのか、あれもね、結構な長期連載でしょう。ね、この間なんかね、コロナの影響でね、救済するっていうのが、ね、何言ってんの？ね、ニュースになってましたが、でねえなぁ、ほんとさっきのもったいない。悔やまれる。頭無残なブザマ様以上に不快なボスキャラはそうそう書けんだろうしなぁ。ドカベンまだ持ってる？ドカベンなんか持ってないですよ。何ですか、まだ持ってるって。友達にね、借りて読んだことはあるけど。いけないルナ先生好きでした。そう。何でしたっけ、それ。あ、815個目さえいらっしゃいませ、こんばんは。はい、アリアスさんもいらっしゃいませです。はい。ちょっと作業になってんですが。なかなか一中のモンスターをね、倒せないというか、倒せても起き上がらないって。もったいない。本当は今日ね、もしかしたら、引きが良ければ、やらかさなければ、終わったかもしんないのに。悔しい。せめてローズバトルあれすればね、もうちょっと配合を進められるんですけど。ありません。この作業とドラクエ6とどっちが難しかった？まだ言ってこれね、そんなに時間かかってないでしょう。ちょっと待って、お金はまだあるか。でもそろそろ生成がないんだっけ、あと4つ。ねえ、ドラクエス6だって結局、あれなんだかんだ言ってる300時間ぐらいはかかったでしょう。タイを逃しちゃいましたか。次の順番は何週間後ですか？さあ。金なくなったらエリクシャー売るといいよ。それゲームが違う。実写版のマチコ先生見たことある？知らない。そんなのあんですか？実写版？ねえ、知らない。本当にそんなのあるの？何？本当にエロいの？あ、いたいた。頼むよ、頼むよ。よし、来たけど。もうメンツからしてやばいでしょう。どうしようかね。スクールとかね。あんまりいい向きないんですよね。100列なめぐらいかね。こっちに至ってもね。まあ、飛行歴入るかな。まあ、飛行歴が唯一マシってとこです。確実に抑えていこう。スクルと、実写版帝王はいつ公開ですか？え、あう。ちょっと待って。ちょっと待ってね。どうしよう。
生き返らせなきゃ勝負にならんか。そっち行っちゃう。なんでそっち行っちゃうの。優先順位がな、なんなの。倒しちゃうしかないかね、もう。ちょっときついかね、もう。勝てない、勝てない。今のテイちゃんならローズバトラーくらい配合できるでしょうに。え？だから縛りがあるんですよ。縛りがあるから、ただね、ローズバトラー配合するのに、ね、一度あれした素材はダメってことですから。ローズバトラーって何でしたっけ？ねえ、植物系と、これか、どうでしょうね。そっちしかないでしょうね。エグドラシルとワンダーエッグなんて無理ですし。魔王系っていうか、ハテナ系って何でしょうね。次元竜ダメなんでしょう、それに。他にってなるとね、ワタボーだし、あとあるとしたら何かな。メダルでドークか。小さなメダル何枚でしょうね。ちょっと待って、小さなメダルの20、ん？違うか、25枚からさらに20枚、15と晴れして。てか、そうしたらローズバトラー、ローズバトラーまで、ひたすらメダル集めする。そうすれば一応ローズバトラー手に入るみたいですが。ちょっと無理でしょ、それも。ダメだね。ちょっと戦力的に、釣り合わんつうか、勝てん。でしょう、方針転換するの？鍵からやるしかないんじゃない。せめて1体倒せりゃね、変わるかもですが。落ちろ。よし。残れ。頼む、ベホマ、ベホマ。先行。先行、先行、ちょ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 、ベホマ、なんで、よし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 。よし。どうしよう、ちょっとスクリート入れよっか。うわあ、くっ、うわあ、方針変えよっか。ちょっと、今のはないじゃん。ねえ、くー、ひどいいじめじゃん。痛恨ですね。はあ、830個目さえいらっしゃいませ。変えようか、方針。きついな。きついな。もうできないんですね。あ、ダークホーン来たんだっけ？ダークホーン来たから一応、ハーゴンとあれは作れるけど、どうしようかね。ちょっと、
レベラーでしようか、もう今日は。キツキツですか、締まりがいいんですね、ワコ。キツキツだったらね、いいんですけど。833個目さんいらっしゃいませ、もう。ちょっとこれはなぁ。ちょっとハーゴンと深海流配合できるから鍛えようか。ちょっともうダメでしょうね。数値の調整的にも。お金と精神がなくなっていきますね。お金は何とでもなるからいいんですけど。はい、835個目さんいらっしゃいます。いいですね。違う。あと、配合相手の深海流どこだ？今日もケイスケホンダに負けた、はい、何があったの。ちょっとレベラーでしましょう。もうあと1時間は。で、配合やって、で、もうちょっと明日から、明日はちょっと路線変えて、もう鍵の方でグランスライブとローズバトラー狙う方でちょっと照準合わせましょう。最悪ローズバトラーはね、なんかメダル集めまくれば一応交換できるみたいですからね。ローズバトラーあれすれば、まあ時間かければメダルでなんとかなる。今15枚、15枚から10枚プラス15だから。今日集めるの諦めるのか。そうですね、ちょっとね、こっちを強くしたら相手も変わっちゃうと出てこないから。そういうことじゃないから。心折れちゃった。それで、それでまあローズバトル相手にしてもね、グランスライムどうでしょうね。アキラも路線変えて成功したもんね。知らないな、誰ですかアキラって。俺、そう、俺、そう、何人いるんですかアキラは。錦のスター、錦のブルゾンは路線変えてどうなるんだろうか。知らない。何が、グランスライムな。ローズバトラーは最悪メダルでいいとして、ゴルデンスライムはね、素材でどうしても使っちゃうからね。ゴルスラ以外で何かあったっけ。ゴルスラを、でもゴルスラとね、ゴールデンゴールも無理だし。ミルドラースでしょ。スカルスパイダー。スカルスパイダー、ネオソフトってもいいから、ちょっと真面目に考えてんですが、ちょっとスカルスパイダーでもいいっちゃいけど、スカルスパイダーってサソリアーマーとワイトキングだから、スカルスパイダー自体直接し、長谷川ってもいいから、もうノード今日あれだっつってんのに、もう、あ、なんだ、生水が切れてないんだ、なんでしょうね。まるで俺たちが不真面目みたいに言わないでくれ。不真面目じゃないの、皆さん真面目なの。どの口が、どのコメントを指して真面目と言い切れるの。スカルスパイダー、僕たちはいつだって真剣にやってるんですよ。でもちゃんと乗っかってくれるのね。笑、あ、
ゴルスラと、まあ、どの国も真面目じゃん。本気と書いてマジだよ。超毒舌やん、ダークマター、そう。ゴルスラ、ダークマターか。ちょっと待ってくださいね。いや、真面目にね、考えてんですよ。他の配合パターンでいくかってね。ダークマターはでもどうだ。ローズバトラーは諦めちゃうの。え？真面目、不真面目。ローズバトラーは諦めないですよ。ローズバトラーは、ただ他の方法があるかもだから。メダル集めるって放送法もあるから、ローズバトラーはね、必須でしょうから。ダークマターってなんだ？ゴールデンゴーレム、メタルキング、ゴールデンゴーレム使っちゃったもんね。ダークマターとかも他国マスターから来るならあれですが。おまたまあ、ここまでね、来た以上はね、そんな、妥協するわけにもいかんでしょう。一回倒したくらいじゃもうレベル上がらんか。本人。どれが？言わなくてもわかりますけど。ああ、死ぬな。持ってくわけないでしょ。はい。そうですか。よかったですね。はい。そう。はい。870コメさん。ただ、このタイミングで本人っていう理由ないでしょ。何が嫁ですか。はい。872コメさんもいらっしゃいますよ。よかったじゃん、ロックトロールって超有名じゃん。有名だからなんだっつーの。もうこれもガンガンにしようか。スーパー入店するの簡単ですよ。知らん。入店してどうすんの。ね、肉いいですね。ちなみにうち今日餃子です。だからこの後作んなきゃいけないんですが、くたばるなぁ。弱いなぁ。ってどっちが強いの？どうでしょう。なんでダメなの？昨日の美味しかったですよ。餃子、豪勢なもの食べてますね。帝王の大好物。餃子ばかりなのか。チャオズからドドンパ食らうのかよ。手巻き寿司の次は餃子とかセレブ。帝王の大好物量産体制。キティラー。餃子の皮で世界三大珍味を包むんですよね。何のことですか。餃子の帝王。もう奪いらんよな。帝王はアシュラ。いっぱい覚えたね。少しレパートリー増やして寄って行ってく。いやいやだ。餃子の皮余ったらどうしてるの？知らない。余ったら次に取っときますよ。枝払いもいらんか。何ピオリもいらんかね。何ちょっとごめんなさい。なんで餃子にチョコレートなんて入れるの？アホじゃない。どれがあれだ。バレンタイン限定餃子。それがどうしたアホだよ。あ、そう。何あれしような。捨て身もいらんか。
そういうのもいいほど強くないね。え？そう。フカヒレなんか餃子に入れる家庭いるの？あるの？おるぜ、わら。いる。いいですね。いいのかね。僕の知ってる方の中で、群を抜いて餃子を食べてらっしゃる方ですよ、帝王さんは。それは僕餃子好きだもん。とかはしていないのです。いや本当にだからね、1枚とか2枚だったらね、皮だけでね、皮だけでね、焼いたりとかするときありますが、ね、それはそれでパリパリしてね、美味しそうですよ。そうそうね、本当に一ね、そんな1枚とか2枚とかね、そういう足りないってなかなかないでしょ。チーズ入れて焼けば。チーズなんてあるの？餃子にちゃんと羽つけてる？まあ、つけてはいますよ。餃子で。最近ボディビルダーの減量食と同じもの食べて4キロぐらい落ちたよ。なんで減量食すごいですね。どんなもんなんですか？しかし餃子の割合ほんと大よね。定義はトマトソース塗るとピザっぽい味になるよ。そう。羽根帝王の大好物羽根。ボビーオロゴンと同じものだって。餃子の皮でピザもどきもできるからチーズ合う。まあそりゃでも、まあ合うかもですけど。卵とブロッコリーと鶏胸肉とミニトマトだよ。間違えた。ニュースでボビー連行されててショックだった。どうなのね。なんで釈放されてないの？まだ来世は餃子に転生しますか？嫌ですよ。餃子食べさせないと帝王が家で暴れるんです。暴れません。ただね、僕がね、不平不満言わずね、野菜食べるって言ったらね、餃子しかないからね。だから親もね、多分餃子作る頻度が高いんでしょう。何を指して、どういうことですか？ねえ、だからわかんないけどね。だからね、本当にでも実際なんかね、すごい DV ってことじゃないんじゃないのってね、話もありますよね。小学生みたいですね。野菜嫌いなんか、笑。ダメ。いや普通に野菜食いなさいよ。いやでも言って食ってますよね。だからわがままボディなのね。そうなの。なんだお前、チカタの肩持つのか。チカタって誰？ダメとは言わんが、わら。ボビーは前科あるんじゃないっけ。ボビーは幼め前科なんかあるみたいですね。芋はよく食べてますね。ポテトは食いますね。こんだ、ボビー。チカダくんねはいい子なんだよ。帝王は一般人が肉というものを野菜と称してよく食ってますね。何言ってんですか。そんなに肉が食える裕福な家庭だったらね、本当に。はコンダを覚えました。ボビーなんか偉いお金持ってるらしいですね。そうなん、まあそりゃテレビ出てるでしょうからね。アメリカでは米も野菜。米野菜やね、炭水化物なのに野菜になるの。不動産やってるらしいよ。それで儲けてるってこと。もともとボビーはやり手のビジネスマンだろ。なんかの投資が当たってお金持ってるって聞いた。ああ見えて経済学部卒。ああ見えてってのはちょっと失礼でしょうけどね。日本語だって帝王よりも流暢なんだ。そりゃすごい。
とっとと配合した方がいいっすかね。その金の元を正せば帝王のものだよね。笑い方は帝王さんの方が可愛い。こんだは間違ってもちょちょちょなんて言わないからな。もうちょっと経験値稼げるスポットね、あれば、レベル上げも、苦じゃないんでしょうけどね。はぐれメタルもいねえし、かといって仮でそういうとこ探すのもね、苦痛でしょうし、これひたすらレベル上げしなきゃかね。小麦の輸出禁止始まったから、今のうちにラーメンいっぱい食っとけ。どこは？輸出禁止ってどっから？どこが禁止したの？アメリカ？俺って誰？帝王が小麦買い占め始めるぞ。お前、いや小麦買い占めでも言って始めたのか。どこ、アメリカ？でも言ってね、結構ね、今でもね、インスタントラーメンとかね、あとね、パスタなんか本当にね、ロシアどうなの？日本ってロシアから輸入してるの、パスタって、その小麦って、日本ってアメリカからじゃないの？米屋じゃ僕はいいんですけど、ね、でも未だにね、パスタとか、世界にいて、いや、日本は輸入してるの？日本はロシアからそんな輸入してるんですか？イタリア人に土下座しよう。米粉でラーメン作ろう。ちょっとそのあたりはどうなの？言って結構ね、まあね、買い占めたね、まだインスタントラーメンとか残ってますからね、あんまり消化しないから。別にね、買いだめし、すぐ買いだめしなくてもまだ余ってるから。日本はそんなに影響ないんじゃないですか？米の不作で大米混じったの思い出しますね。でもわかんないですよね。でもね、ロシアから。輸出規制してアジアの米付きですよ。輸出規制してハチアの。そうなの。インスタントは期限短いから気をつけろよ。まあそれでもね、半年ぐらいは持つでしょ、まだ。今後を持ってスーパー行ってるのならもう回覧板の事案デビューしてますよね。農林水産省のページ見たらロシアは関係なさそうだね。アメリカはマスク買い占めたぐらいだから食料も独り占めしだすだろう。アメリカ、カナダ、オーストラリアでほぼ占めてる。でもまあね、日本が関係ないって思ったけど。昔の大米はひどかったな。でもロシアからね、輸入してる国がね、ロシアが禁止になったら、じゃあ他の国からってね、日本がね、その、ね、輸入してるアメリカ、カナダ、オーストラリアからね、買い付けにね、行くってこともあるかもしれないから。ね、小麦が高騰する可能性はありますよね。国を優先するんだよ。そうそう。ね、そう考えたら全く影響がないってことは、なかっただけだろ。ないですかね。どうしようか、これ。背後しようか、ちょっともう。こいつら言ってて、あんまり鍛えても強くないし。何のことですか？ロシアでお決まりの言葉って何？いや、ちょっと配合しますもん。一応ダークホーンいるから。できなくはないから。原章？ん？原章？素晴らしいって意味でしたっけ？勝たないからおにぎりお腹いっぱい食べるか。はい、米食いましょう。しょうがない。日本人は。じゃあ、ゴンタと、はい。潮吹きで。出し方の日にちだった米を緊急だからって輸入してたと思った。それだけ分厚い肉の服装備してたらロシアで裸でも問題ないですよね。なんでロシアに行くなって、誰がロシアに行くの？はい、お疲れ。米粉使ったメニューの開発が盛んになりますね。どうでしょうね。でも米が、
そういう小麦の代わりになりますかね。なるんだったらね、米でね、作る料理がもっとあると思うんですが。タイみたいな米麺食べますか。さあ、美味しいの。これで、バラモスですね。これがメスだといいんですが。ご飯バーガーの一人勝ちか。オスか。帝王米の開発しますか。すみません。北海道今日一人だと帝王ウイルス。フォータマに来るならうまい。ロシアの料理でなくなって困るのピロシキくらいじゃない。さあ、僕ロシア料理は何も食ったことないから。唐揚げも飲み物、生ガリ、ビーフンが出回ったら女性が結構喜びそう。牛バラ肉焼いてきました。いただきます。はい、たね、どうぞ召し上がって。ボルシチも入れてやれよ。ボルシチとピロシキしか知らない。でも食うね、名前は聞いたことあるけど食う機会ないでしょ、ロシア料理なんて。はい、じゃあこれ早速連れてきますんで。どうしよう。モスクワ、モスクワ。はい、じゃあよかったら名前つけてあげてください。はい。加速。ゾーマ、加速。オロゴン。じゃあ、アンカー、そうだ、忘れた。じゃあ、線で、線で、はい。じゃあ、線で、線でいきます、はい。線で。上手、そこまでならんでしょ、言って。はい、じゃあ、はい、じゃあ、はい、じゃあ、餃子にします。はい。餃子でいきます。はい。お前さ、ダブル。お前さ、って何が。確かに顔の形が餃子っぽい。ボビー。ドブ。決まって DV で。体もニラっぽい。夕飯の名前がつきましたね。チャオズかもしれんぞ。本当にチャオズす。どっちでしょう。いいや。餃子が好きだから僕は。チャオズが好きな人なんていないでしょう。いい名前つけてもらえてにっこりですね。ねえ。船盛り。あとは戦士のリング。テンさんがチャオズを好きだぞ。チャオズファン的に回しましたね。テンさん、僕テンさんじゃないから。バイバイテイさん。どうか痩せないで。なんで痩せちゃダメなの。どっちあれしたらいいかね。ヒットポイント上げた方がいいのか、守備力上げた方がいいのか。こいつってどうなんでしょうね。ちょっと待って。タイプ見よう。成長タイプもちょっと真面目に見よう。帝王はリアルでは気持ち悪いの？ファンはそんなおらんだろうな。じゃあ焼肉行ってくる。MP が一番上がりやすいのがヒットポイントもダメ、守備力もあんまりこいつもダメですね。物理タイプじゃないですね。何より出番少ないし。こいつもダメだ。魔王つってもなんか、あんま強くないですね。帝王痩せたらアイデンティティなくなっちゃうね。ねえ。ただのカバ。あんまり強くない。どうしよう、本当に。魔法耐性強そうだけどね。まあ耐性は強そうですけど、物理攻撃じゃねえ、あんまり耐性がなさそう。これでどうしようね。あとなんか育成するのいる？ゴルスラー、エウリアもうちょっと鍛えるか。本人、エウリアン。ドレアムまであとどれくらいあるの？ドレアムまであと、必要な素材はあと2体ですよ。あとそれと配合ね、10回ぐらいやれば、それで完成ですよ。ドレアムが一番強いの？
いや、そんなこと、いや、強いか、強いってのとは違いますが、ただ、ちょっとほら、僕、縛り入ってるじゃないですか、各モンスター、一回ずつしか、ね、配合とか仲間にしちゃいけないって、その制限があるとね、どうしても、そうですね、6ですね。その制限があるともっと上もあるんですけどね、ナノのラスボスのオルゴデミーダとか、あと、そういうのもいるんですが、ちょっとこの縛りだと、ダークドラムが限界かなってとこなんで、それで今やってます。なんでドラゴンボールのピアノがいるの？なんででしょう。ドレアムの後縛り外して作って。縛り外して、それもしやるんだったら。ドレアムは長いこと最強の立ち位置にいるな。それでも男ですか、軟弱者。なんでセイダさんが。まあ、図鑑コンプやるんだったら、またね、この、モンスターズ2のイルの方の女の子主人公の方でね、最初から、図鑑コンプね、縛りなしで目指してやろうかなと思ってますんで、ちょっとそれまでね、ちょっと今回はこの縛りで達成しますんで、お待ちください。はい、日本刀の森様、何がエッチなの？どこが？いいじゃないですか。ドレアムって素材にオルゴ必要じゃなかったかな？いや、そんなことないですよ。攻略サイト見る限りは、オルゴデミーラはダークドレアも作るんだったら、デスタムアの最終形のモンスターと、あとアスラゾーマかグランスライムか、あとワタボーですか、そのうちのどれかと組み合わせればできるみたいですから。メンタル、ベホマスクールと、シンギはもう作りまして、シンギは割とね簡単ですよね。シップルキステムステニなんか、でも爆裂剣になるとあんま使いづらいんですっけ。次元竜出るの？次元竜は出ますよ。僕ドラえもんですって言ってみて。僕ドラえもんって何言ってんの？なんで言わなきゃいけないの？ふふふって。なんで？ねえ、ドラえもんって言ったらノブヨじゃないの？ねえ。ふるとか言われるようになっちゃったんですね。ね、昔なんかね、ドラえもんの声優変わった時なんかね、新しい声優さんなんかね、認められないでね、ボロクソ。生えてないですよ。ねえ、やっぱりノブヨって人もんじゃない。本当に。いや、そりゃそうですけどね。いや、10年どころじゃないでしょ。15年ぐらいでしょ。そうだよ、カツヘイもノブヨだよ、デイちゃん正しい。自分は未だに今のドラえもん違和感あるわ。そう、まあそういう人もね、いるみたいですから。他は慣れたけど、わさびだけは無理。ねえ、ほら、こういう声がね、未だに上がってんですからね。やっぱりね、ノブヨドラはね、それだけ影響力がでかかったんですよ。あのブフフって笑うのがいいんですよね。ブフフってね、こんな感じ。やかましいだけなんだもの、あいつ。へへへ、そう。ズフフ、母親の声が変わるようなもんや、己わさび。そう。デイちゃんとアフレコしてよ。視聴率50だよ。わいせつでよ。何がわいせつですか。地球は海爆弾。帝王さんモノマネいけるやないですか、はい、いけないいけない。オットセイ駅ならいけるでしょ。そんな役需要あるんですか。バイバインの特定王がいればよかったのにね。どうでしょう、僕だ意外と僕小食ですよ。
ここは順調？何言ってんですか。ここはちょっと順調のようで順調じゃない。はい、リナカさんがしまして、ちょっとまだまだゴールは長そうですね。もしかしたらね、今日明日で追われたかもしれなかったんですけどね、せめてグランスでも来てれば、ローズバトラーはね、勝てないにしても、でもママはママになる前は月に変わってお仕置きしてたし、スネちゃまはガンダム乗れるし、ジャイアンは今ラップでブーム起こしてるし、そうなドラえもん以外は結構、そう、すごい感じ。いや、そらそれで。ねえ、やっぱ違和感覚えますよね。そうなんや、メンツだけ見たらすごそうなんやけど、ねえ、霜降り4個も見ついだのに振られちゃしゃったもんね、テイちゃん。ねえ、悲しい。テイさんはセーラームーンの中でどれが一番好きなの？どれ？アミちゃん。ジャイアンはピンポンで悪魔駅やってましたね、うん、確か。ピンポン？当たり前だよな。当たり前か知らんけど。あの子は性格ちょっとね、とりとりしいから。みなこちゃん行きたくなんだよな。そう。みなこちゃんって誰でしたっけ？ヴィーナス。ああ、ヴィーナスか。アイドルの。ああ。ビッグダディ、二人まで選んでいいって言われたら。いや、別に。いや、二人までって言われても、あんまり。一番人気ないの誰なの？誰なんでしょう。ヌーベイの生徒で誰が好き？ヌーベイの生徒って誰いたっけ？もう覚えてない。ガンダムで2人ってどの作品？ガンダムだったらセイラかな？セイラさんとあと。セシリーあたりかな。スネ夫と静香はもともとそれ以前から声優で名前聞いたことある人だしな。金髪好きってはっきりわかるんですね。いや別に。ちゃん別に金髪が好きってこともないと思うんですが。かまいたちいるかなぁ。10分かぁ。ちょっとね、やっぱりステータス伸びないですね。もっとレベル上げないと本当に。上背がっていうか伸びしろがないですね。どうしよう。ちょっと一回、大会やってみね。カプトン大会行ってみましょうか。伸びしろですね。ねえ。あれ、ドラゴンベルトなんだ。まあいいや。ちょっと一回、それで参加してみていい？ちょっと。わさびってなんだよ。ドラわさびかよ。ドラわさびでしょ。
ちょっとこれでねえ、ゴルスが玉金と本人と、最強メンバーでいけば B ランクぐらい勝てんじゃない？言って、ドラゴンベルトねえ、玉金につけて、ちょっとアイテムがあれか、お金もちょっとね足りないから、何買おうかな。ああ、そっか、参加費用がないんだ、今。逆に今、お金が、いくらでしたっけ、参加費用。2000でしたっけ、1000。最低1000ないと、お金なし。ちょっと、やっぱダメだ。ちょっと今日は無理だ。ちょっと先に検索してこなきゃ。ちょっと先に検索でちょっとお金、拾ってこないと。何が5億ですか？ねえ。精水まだあるよ、ね。肉の資金なし、解消なし。いいんですよ。その気になれば金なんていくらでも稼げますから。金目のも落ちてない。とりあえずアイテムらちょっと埋めないとね、どうしようもないですから。こんばんは、ニコ生君に残された唯一の希望、定番。そんなわけないでしょ。はい、メロさんいらっしゃいませ、こんにちは。僕のね、僕なんかに希望託したらもう絶望しかありませんよ。ちょっと待って、アイテムらはいっぱい、まだでも最低1000ゴールないと勝てないですからね。ちょっと一回帰って。すべての希望はがてよう。なばが。僕なんかに託しちゃいけませんよ。画面からマイナスが出てます、はい、お肌にいいです。そんな配信あるの？マイナスイオンっていうか、僕の場合脂肪が出てんじゃない。霜降りメダル、なんとか汁が出てそう。へへ、どうでしょう。金目のもんがあれば。スープが取れそうね。そう。しずく種。これでとりあえず大丈夫かな。アイテム欄いっぱいだからこれで大丈夫でしょう。じゃあちょっとあと残り時間は大会出て金とあと仮狙いで行ってみましょうか。多分これだったら B ランク勝てると思うんですがね、さすがに。うわぁ、野生が999になってる。ゼロの。エウリアンは地雷。何言ってんの。大丈夫。
今のエウリアなら結構強くなってるはずだから、どうかね、一応万一ってこともあるから本人も命大事にしとこうか。こうなると本当にベホマゾン欲しいですよね。まあいいや、行こう。まずとりあえずちょっと C でお金もらって余力ができたら、さすがに C はもう論外でしょう。何回攻撃 ?7? なんで5時半に終わろうとしてるの？今日は餃子作るからですよ。餃子包まなきゃいけないから、5時半にはね、行くってね、約束しちゃったんで、だから今日の夕飯はもう餃子で決まりですから、だから今日はダメですよ。だから今日はちょっとね、延長はできないんで、包むんですよ。ありませんよ。どこに行くの？どこに行くのって家の中ですよ。約束はダメでしょ。リスナーさんを優め、無理、時間ない。いいですよ。どうやってできるの？知らない。何言ってんですか。じゃあこれ、今日ラストで、B クラスでこれ終わって、ちょっとあれしましょう。何がうまいですか。あります。向こうにもゴルシがいる。来たね。卑怯者がないですよ。ゴルシラメタキンがいるとは。乱用しないと勝ち身は社会を舐めてるのかね。僕社会人じゃないからね。感想聞かせてな。何の感想？何個作るの？50個ぐらい？包むの。5億。何が5億ですか？笑い。150個はないと帝王は満たされませんよ。何が5億ですか？すかさず5億職人さん、いつもありがとうございます。マキンが主力になってますね、本当に。なんで2分なの？またゴルスラじゃん。なんなの？ビッグバン来たね。餃子5億は部屋埋め尽くすよ。そう。お、プロとキラーや、わら。ねえ。息子が手伝ってくれるとかお母さん嬉しいでしょうね。ねえ、そのね、感謝のね、あれを裏切るわけにはいかんでしょう。でもやっぱ玉切るとだいぶ戦力安定しますね。B ランクでも。
え、もう裏切ってるんじゃ。だからこれ以上ね、来たよね。裏切るわけにはいかんでしょ。うん、ねえ。涙で餃子が塩味に。でも嬉しいですね。そう。包んだ後何をおねだりするんですか。すいませんよ。なんだと思ってんの。はい、勝ち。ただこれで鍵が早々引けるかどうかですよね。これでどのくらいの強さの鍵が引けるかですしね。ヒューヒュー、ヒューヒュー、ヒュー。裏切るは寄って馬が昔いたな。今親に切れられたら10万円もらえなくなるかもしれないもんね。そう。じゃあ、はい、ちょっと早いですが、餃子包むんで、ちょっと今日はここで、はい、ドラクエモンスターズは終了とさせていただきます。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんてことだー。おつてよ。申し訳ないけど。自転車をやらせて。ちょっと、時間ない。はい、ということで、3時間23分ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。